東京か、ちょっと遠いな。ここから見る景色、次に見られるのはいつになるんだろう。お姉ちゃん？ん？探したよ。でもやっぱりここだったんだね。呼んでるよ、お母さんが。うん。ねえ、お姉ちゃん。ん？お父さんとお母さん、昨日何かおかしくなかった？お姉ちゃん、リンシャン解放って知ってるよね？うん、麻雀の役の名前だよね。意味知ってる？カンをした時に引くリンシャン牌で上がること？そうじゃなくて、リンシャン解放は頂の上に開く花、山の上で花が咲くって意味なんだ。はあ、山の上で花が咲く。咲く、同じだ、私の名前と。そうだね、咲き。森林限界を越えた高い山の上、そこに花が咲くこともある。どうしたの、お姉ちゃん。お前もその花のように強く。ドラマ CD サキ。本読んでる途中で寝ちゃったんだ。お姉ちゃんの夢、久しぶりに見たな。うん、よだれが出てる。わ、ハンカチ、ハンカチ。あれ？あれ？あの。あ、はい。このハンカチ、あなたのでしょうか？あ、私のです。風で飛ばされたのかな？それじゃあ。あの、ありがとうございました。いえ。すごい綺麗な子だったよ。学年色のスカーフ、あれで私と同じ1年生？サキ！キョウちゃん！こんなとこで昼寝か？読書だよ！お前昔っからよく寝るよな。だから読書だってば。うん、ちょっとうとうとしてたけど。うん、んなことより学食行こうぜ。これ今日返却日だから読まないと。学食でも読めますよ。実は日替わりのレディースランチがめちゃくちゃうまそうでさ、どうしても食べたいんだよね。そのためだけに食事に誘うってどうなの？いいからいいから。それとお前、よだれ出てるぞ。だから寝てないってば。はい、レディースランチ。おお、やっぱりうまそうだ。サンキューサキ。おお、京太郎、朝から目をつけてたレディースランチにありつけたか。うん、こいつが代わりに注文してくれたおかげでな。いい嫁さんだな、咲ちゃんは。うん、中学で同じクラスだっただけだよ。思いっきり否定せんでも。ま、仲良くな。うん、うん、おう。ん、咲き。ん、最近どうよ。どうって別に普通だけど。普通ってさ、なんか面白いことないの？うん、この
この前借りた本面白かったけど。いやもっとなんていうか、お前部活とか入ってないんだっけ。うん、確かにさきは何をやらせてもダメだけどさ、なんかこう妙な雰囲気があるんだよね。ダメじゃないもん。それより読書の邪魔だよ。食事には会話が必要だろ。私は食事してないもん。へいへい、仕方ありませんな。それじゃあ一人寂しく打つとしますか。打つ？お、結構いいじゃないか。何？メール？ああ、いや、これ。麻雀？キョウちゃん、麻雀するんだ。まだ始めたばかりで、役もろくに知らないけどね。でも、麻雀っておもれえのな。ん？どったの先？私、嫌い。え？麻雀、嫌いだよ。先、麻雀できんの？できるっちゃできるけど、嫌い。なんで？いつも家族麻雀でお年玉巻き上げられてたんだよ。でも、仮にも麻雀できるってことは、どうせ部長はまた寝てるだろうし、染谷先輩は来れないって言ってたからな。サキが入ればメンツはすぐ揃うわけか。うんうん。ん？何一人で自己完結してるの？気持ち悪いよ。ついでだから、もう一つ付き合ってくれよ。何？部活。そういえば、キョウちゃん何部なの？うん、これ。これって、麻雀？キョウちゃんって麻雀部なの？旧校舎の方って初めて来た。普段ほとんど使われていないからね。部室は屋根裏部屋にあるんだ。やっぱり帰るよ私。まあまあ、ここまで来たんだから少し覗いていけば。でも。ほら到着ですよお姫様。だから私麻雀嫌いだって。カモを連れてきたぞ。ちょっと待ってキョウちゃん、私麻雀しないよ。部長は？奥で寝ています。やっぱりね。なあ、さっきメンツが足らないんだよ。部長が起きるまででいいからさ。でも。お客様ですか？あ、さっきの。え、お前のどかのこと知ってんの？足のところでちょっとお世話に。さっきはありがとうございました。原村のどかです。あんなところに寝ていたら風邪ひきますよ。宮永さきです。見られてたんですか。やっぱり寝てたんじゃねえか。お茶入れますね。どうぞお構いなく。のどかは去年の全国中学生大会の優勝者なんだぜ。そうなんだ。もっと驚けよ、これってすごいことなんだぞ。はあ。ダーン！のどちゃんは超強いじゃん。何？学食でタコス買ってきたじ。ゆうき、またタコスかよ。のどちゃんは本当にすごいぜ。インターミドル全中優勝ってことは最強の中学生だったわけで。ほう。しかもご両親はケンジさんと弁護士さん。美人でおっぱいも大きくて男子にモテモテだぜ。誰かさんとは大違いだな、サキ。私はまだまだこれからだもん。のどちゃんの入れるお茶はタコスに合うぜ。やっぱり部長はなかなか起きてこないな。そうですね。じゃ、うちらだけでやりますか。え、そうですね。私はこれで。そう言うなよ、部長起きてくるまででいいからさ。それじゃあスイッチオン。なんでこんなことに。2万5000点持ちの3万点返しで馬はなし。はい。うん。タコスうま。家族以外と打つの初めてだな。ただいま。ただいま。よう、おかえり。おじいちゃんにお年玉もらったよ。結構たくさん入ってた。おじいちゃん酔ってたからかな。そうか、じゃあ麻雀だ。やだよ私、
欲しいものがあるんだよ。何言ってんだ、サキ。普通子供のお年玉は親が預かるものって相場が決まってるんだぞ。それをサキには取り返すチャンスを与えてやろうってんじゃないか。そんな。これローン2000本一だぜ。振り込むか。普通ピンズ集めてるの見え見えでしょう。これどう見たってバカ本だよ。そうだね、サキちゃん初心者丸出しだぜ。タコ筋から補給、うん、なかなかいい感じだ。やる気だな、京太郎。オーラスにしてなんとかいい手が来たよ。よし、テパタリーチ。ごめん、それロン。なんですと。ちょ、サキ。ん？これ、どう見ても3色に取るべきだろう。3色捨ててこれってどうなん。はぁ、あ、このダメな子ダメな子め、素人にも程がある。すみません。おかげさまで私がトップですね。のどちゃんプラス23、私がプラス2、さきちゃんがプラマイ0、きょうたろうがマイナス25と。きょうたろうがビリだぜ。くそー、次行こう。次、それロンです。なに、ローアンは引っ掛けでしたか。のどちゃんの勢いが止まらないじゃん。はあ、やれやれ。のどかがプラス31、さきがプラマイ0、ゆうきがマイナス12、俺がマイナス19。2回目ものどかの圧勝だったな。ありがとうございます。タコス力が切れてきたぜ。よし、次次。私そろそろ。にしても先の麻雀はパッとしませんな。点数計算はできるみたいだけどね。人の話聞いてる？もう部長さんまだ起きないのかな。雷だ。夕立来ましたね。嘘、傘持ってきてないわ。お？あれって生徒会長ですよね。この学校では生徒会長じゃなくて学生議会長ね。おはー。天気予報で言ってましたよ、夕立あるって。そうだっけ。会長は麻雀部のキャプテンなんですよ。なんで麻雀部に。麻雀が好きだからに決まってるっしょ。あなたが今日のゲストね。どうも宮永咲ちゃんだじょ。宮永さんか。どれどれ。綺麗な手張ってるじゃない。リャンウーピンで上がりの単品3色、最低でも7700点。結構いけそうね。もう3戦目、のどかがダントツトップ。宮永さんはあれ、2回ともプラマイ0。ロン、1000点です。1000点。なんだよ、ピンフのみか。はあ、中案積もってローアン切り。なぜそんな、わざわざ3色と単野を消して点数を下げるなんて真似を。これで3回目終わりか。今回もパッとしないな、サキは。すいません。見たところ中案は危険牌でも何でもない。わからない、この子の打ち方が理解できない。今回ものどちゃんがトップか。ねえユキ。はい。今回の宮永さんのスコアは？プラマイ0っぽ。プラマイ0？ 3 連続プラスマイナス0？ ちなみにビリは京太郎だぜ。くそー、また俺が最下位か。次行こう、次。部長起きてメンツも足りてるようですし、抜けさせてもらいますね。もかちゃんも？なんだよ、これからじゃないか。これから俺の真の力を見せてやるところだったのに。真の力はとっくに見えてるじゃん。なんだと？
ほら、私図書館に本返さないといけないから。それじゃ。原村さん、お茶ありがとうございました。いえ。なんだ、さっきのやつ。でもまあ、素人なりにそれなりに打ててたじゃないか。のどちゃん、やっぱ強すぎだぜ。圧勝って感じだったな。圧勝？何甘いこと言ってんのよ。え？部長？スコア見て気づかない？スコアって、うん、のどかの圧勝としか。3連続プラマイゼロ。そう。え、ああ、さっきのスコアか。うん、確かにそうだけど。宮永さんの3連続プラマイゼロが故意だと言うんですか？え、こんなバカな、たまたまっしょ。たまたまだぜ。麻雀は運の要素があるから、プロでもトップ率3割いけば強い方。ましてやプラマイゼロなんて勝つことより難しい。それを毎回だなんて不可能？そりゃ。でも圧倒的な力量差だったら。そんな、あの先が。のどちゃん。いいから放っておきなさい。でも、そんな圧倒的な力量があるんなら、なんでプラマイゼロになんてする必要があるんだ？もう、まあ、普通に勝てばいいだけだぜ。何か事情があるのかしらね。事情ね。どうしたんですか？いや、あの子がうちの部に入ってくれないかなと思ってさ。うちの部に？そう。狙えるかもよ。全国。原村さん、わざとですか？え？3連続プラマイゼロわざとやったんですか？私が打つと、いつもあんな風になっちゃうんです。なんでそんな打ち方してるんですか？家庭の事情かな。家庭の事情？多分原因は家族麻雀なんです。私、子供の頃から家族麻雀をさせられていて、負けるとお年玉を巻き上げられました。だから負けないことを覚えました。でも勝っても怒られたから勝たないことを覚えました。それでいつもあんな風になっちゃうんです。宮永さん、もう一回、もう一曲打ってくれませんか？ごめんなさい。え？私、好きじゃないんです、麻雀のこと。です。難しい。やっぱり何度やっても難しい。プラマイゼロなんて意識してできるもんじゃない。それを毎曲だなんて、人にできることなの？圧倒的な力量差だったら。圧倒的な力量差。宮永さん、何年ぶりだろう、麻雀なんて。原村さんか。もう一回、もう一曲
打ってくれませんか。おい、サキ、風呂開いたぞ。サキ、どうした？お父さん。なんだぼーっとして。風呂開いたぞ。もういつも言ってるでしょ、パンツ一丁でうろつかないでって。へいへい。麻雀か。あ、のどか、おはよう。どうした？夜眠れなかった？どうしてですか？目の下、クマができてるわよ。あ、別にこれは。まあいいわ。あ、そうそう、寝不足から来るお肌のあれにはほうれん草がいいから、お昼に食べなさい。またテレビの雑学知識ですか？また放課後、部室でね。はい。待ち人来たるかもよ。待ち人？図書室ね。わかったわ。ありがとう。どういたしまして、会長。誰か探しとるんか？あら、マコ。例の話、聞いたわ。何を？ゼロ子の話じゃ。ゼロ子？そう。プラマイゼロ子。毎回プラマイゼロで上がる一年生がいるそうじゃの。はあ。ほいじゃが、なんでそがな稲毛な真似をするんじゃ。さあ。のどかはゼロ子にきつく負けたりしたんか？昼休みにのどかを第四室で見かけたんじゃが、なんだかへこんどったぞ。そうね。プライドは結構傷ついたかもね。ゼロ子ってな、どがなやつじゃ。あの全中優勝者ののどかをもてあそんだんじゃ。冷酷な殺し屋みとうな女か。興味ある？ちいたやな。ちょうど居場所が分かったところだから一緒に行こうか。それじゃ、ちいと見させてもらうとするかの。やっぱり貸し出し中ですね。そうですか。返却予定日って分かります？10日後になってます。はあ、ありがとうございました。何が貸し出し中だって？会長。いや、どうしたんですか？図書委員君、ちょっといいかい？はい。どれどれ。覗くなよ。ああ、これね。この本なら持ってるよ、全集も。え、よかったら貸そっか？いいんですか？この本、いつも他の人に借りられちゃってて。なんじゃ、どんくさい娘じゃの。もちろんいいわよ。その代わり。その代わり？宮永さんに一つお願いがあるの。え？本当に今日だけでいいんですね。うむ。っていうことは、この文学少女が例のプラマイゼロ子か。のどか、待ち人来たるよ。宮永さん。こんにちは。昨日はどうも。サキ？キョウちゃん。どうしたんだよ。いろいろ事情がありまして。須賀くん、勇気呼んできて。はい。じゃあ早速、みんなで卓を囲んでもらおうかな。宮永さん、のどか、ゆうき、それとまこ。どうも信じられやせん。
この文学少女が例のプラマイゼロ子とはな。打てばわかるわよ。サキちゃんはまたプラマイゼロにするのか？本のため2回だけ頑張ろう。こんなに早く再戦できるなんて、今日は本気でいきます。普通に考えりゃ毎回プラマイゼロなんて無理じゃ。一つ見せてもらおうか、その腕を。トンプ戦赤4枚、運の要素を強める赤と短期決戦、プラマイゼロの調整も難しいはず。おや、リーチ行くぜ。早っ、2巡目だし。さて、スモ行くぜ。やっぱね。おい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 、なんつそこ。これ見てみそ。え、勇気の過去の平均点数のグラフだよ。トンバでは稼ぐけど、ナンバでは失速して弱くなるタイプみたいね。天才なんですけどね、集中力が持続しないのだ。秋っぽいの間違いでは。それだ。赤と一発がなければ出上がり残酷の手、それがインパチに。この荒れたトンプー戦でプラマイゼロにできる？あ、ロンです。ダンピンドラドラピンピン6です。いたたたたた。トン3曲が終わって、勇気35,700、サキ36,000、のどかが27,300、ソメヤ先輩が6,400。プラマイゼロは29,600点から35,000点のわずかな範囲。ゼロ子は100点から1000点捨てりゃプラマイゼロの完成じゃの。そう、うまくいきませんよ。オーラス、親はのどかか。ソミヤ先輩に上がられたから先は24,500。宮永さんが面前法一転敗。ウーピンパーピンが出ればゴンニーでプラマイゼロか。通るかな。ウーピン大丈夫だったじ。ウーピンをする。勇気から直取りすれば逆転トップだぞ。ウーピンは通るんですね。な、山越しの赤ウーピンをする。この子、あくまで勝ちは眼中になし。会長ん、なんで先上がらないんすかね。このルールには馬はないけど丘はあるのよ。丘？25,000点持ちの30,000点返し、その差は丘といってトップに与えられる。よって1位はプラマイゼロにはならない。プラマイゼロか。そう、あの子にはプラマイゼロしか見えていない。勇気のウーピンで上がれば1位になってしまうし、のどかの赤ウーピンで上がれば2位だけどプラス2になる。おそらく宮永さんはプラマイゼロにするため5200を狙っているはず。ウーピンもわざとスルーしているのでしょう。ですが、リーチ棒が出たらどうするのでしょう。リーチ棒？のどかも意地が悪いな。これでサキちゃんがプラマイゼロにするには70歩両半を上がらないとだね。リーチ棒が出たってことは1000点増えたってことですよね。こうなるとプラマイゼロにできるのは4100点から5000点まで。その条件に合うのは70歩両半のみ。70歩って、部の記録見る限り70歩なんて1000曲に1回出るかどうか。100万以上のレアですか。それを両半で作るとなるともっと難しい。この親である私のリーチをかわして40歩3半の手を70歩両半に変えられますか。70歩なんて 0.1% 未満。今この時それを狙って作るのは不可能だじ。ローピンを切ったか。終わったの。さすがにこの局面じゃゼロ子は拝めずか。本当に終わったのか。70歩は不可能なのか。でもなんだろう、さっきからこの子が発する異様な雰囲気を。何でしょうかこの感じ。胸騒ぎがします。手はない。本当に手はないのか。宮永さん、シャを引いた。
いや、このシャア…では、ある。カン。え、シャア、カン。まさか70プリャンハンで上がるには運が必要。それも、この空間を支配する超人的な豪運が。あのリンシャンパイ、まさか。そう、人には及ばないありうべからざる出来事。人はそれを奇跡と呼ぶ。奇跡を可能にするのは神か悪魔。リンシャン解放つも。これはつまり70分リャンハン4700点プラマイゼロ。おお！話にゃ聞いとったが、いびせえの。現に信じられやせん。さきちゃん、昨日のを入れて4連続プラマイゼロ。ありえないぜ。はあ。でも。でも？確かにすごいと思うけど、なんていうか。はっきり言え！菅くんが言いたいのは、こういうことでしょ？宮永さん。はい。麻雀は勝利を目指すものよ。え？次は勝ってみなさい。勝つための麻雀を打ってみなさい。勝つための麻雀。そう。わかりました。な、わかりましたって。うちらに確実に勝てるっちゅうんか。おい、サキ。勝つって、トップってことですよね。でも、プラマイゼロじゃトップにはならないですよ。そりゃそうだじょ。じゃあ自分は1000点、他の3人は3万3000点持っている。そう思ってやってみたら。はあ、それをプラマイゼロにするように打てば勝てるんですね。そういうこと。大変そうだ。宮永さんはここまで4連続プラマイゼロ。それが今回は勝つための麻雀を打つ。ゼロ子は確かに常人には計り知れん力を持っとるかもしれん。ほいじゃが、点数調整と勝つ技術は別物じゃ。確実に勝つなんてありえないじ。リーチ。はい。ダブルリーチ。ダブリー一発つも23900。いきなりですか。そういうトンパツの速攻はうちのお株なんですけど。積み込みか。自動卓ですよ。全局から強運が続いているようですが、そのようなものは一時の運、単なる偶然。私には偶然はいらない。ロン7700です。おお、ここは私が勝たせてもらいます。そらばリーチ。どうしません。ロン11600の一本馬は11900。ここはのどかに任せるかな。これで宮永さんとは26400点差。トン4局、オーラスか。この点差じゃさすがの先も。確かにのどかに押されている感じね。でも彼女の手配。これちょっと待てよ。宮永さんの羽マン直撃でも私のトップは揺るぎません。ゼロ子の引きもここまでかな。マンガン上がって8000点でもマイナス1じゃ。誰かがリーチをかけん限り。リーチ！意識的にプラマイゼロにできるなら、意識的に勝つこともできるはず。確かに押されてはいる。そしてこの手配、普通ならここで勝負の前にプレッシャーに押しつぶされてしまうもの。だ
もし彼女が勝つことのプレッシャーを知らないのであれば。先のつま灰、これは。このシャアは。今日はこれ上がってもいいんですよね。カン。またシャアカン。この子やっぱり。つも。スーアンコ。な、サキ、お前。百万。この局面で。またリンシャンで、しかも百万。人間か？私、百万上がったの初めてだ。いつもはできても崩してたよ。はい。京太郎、お茶おかわりだぜ。何杯目だお前。今日は驚きすぎて喉が渇いたのだ。まあな。でも難しいですね、勝つって。またプラマイゼロになっちゃった。はい、何を言ってますか、咲ちゃんは。だって今回も原村さん一人勝ちじゃないですか。え、私は先天スタートだから2位ですよ。3万200点でプラマイゼロ、原村さんが4万7600点のプラス38で1位。いやいや、宮永さん。はい？1000点と思えって私は言ったけど、実際は全員2万5000点からよ、普通に。え？じゃあ。実際の点数は、さきちゃんが5万4200点でプラス44、のどちゃんが3万9600点でプラス10、さきちゃんが1位だぜ。じゃあ。そう。あなたの勝ちよ、宮永さん。さきにも取り柄があったんだな。しかも。あの点差からまたゼロにしよったなんて。すごいじゃん、さきちゃん。勝った。さ、よくやったぞ。私が、勝った。のどちゃん？泣いてた？まさか。原村さん。多分お腹が減ったら帰ってくるじゃん。お前じゃないんだからさ。そうそう、宮永さん。約束の本はここにあるから。そういや、その本を餌に釣ってきたんじゃったの。待ち時間の読書本棚。麻雀部に入れば、なんと読み放題。どう？え？部品にするつもりなんか。さらにお茶にコーヒーも多数揃っていて、なんと飲み放題。さらにさらにベッドも完備していて、なんとお昼寝し放題。あの、のどかが気になる？行ってらっしゃい。本は泣いて逃げたりしないから。はい。勝てなかった。原村さん、なんていうか今日は嬉しかった。なんだって、勝てば嬉しいものですよ。違うよ、原村さんと打てたから嬉しかったんだよ。私にとって麻雀はお年玉を巻き上げられる嫌な儀式みたいなものだったもん。嬉しいなんて思ったこと一度もなかった。今日は家族が相手の時とは少し違った感じで難しかったけど、でも楽しかった。楽しかった。私は悔しいです。ん？私は麻雀が好きです。だからあなたに負けたのがとても悔しい。
麻雀を好きでもないあなたに。原村さん。それに、手強い相手はたくさんいますよ。全国に。この麻雀卓、まだ動くんだ。あの頃は一度も勝てなかったけど。麻雀を好きでもないあなたに。お、珍しいじゃねえか。卓にコンセント繋いだりして。おかえり、お父さん。売っちまうか、それ。え？知り合いに全自動卓を欲しがってるやつがいいんだよ。これを売るのもありじゃねえか。でも家族で打つことももうないだろ。いやいや、まだ取っておこうよ。ね、お母さんたち戻ってくることもきっとあるよ。どうだか、うん、マージャントゥデイ、何この雑誌。57ページ見てみな。全国高校生麻雀大会覇者、宮永てる。先、お姉ちゃん、ただいま。お帰りなさい。まだ起きてたのか。何を読んでいるかと思えば、また麻雀か。分かっているとは思うが、遊びはほどほどにしておきなさい。はい。麻雀なんて、ほぼ運で決まる不毛なゲームだ。練習して全国大会なんて、バカバカしいにもほどがある。でも。今日は、もう寝なさい。おはよう。おはよう。にしても昨日はすごかったの。あがなイビセイ娘がうちらの学校におったたな。そうね。でも入部してくれたら面白そうじゃない。そう、うまくいくかの。のどかのこと気にして。なんかごちゃごちゃやっとったみたいじゃが。大丈夫でしょ。麻雀のスタイルも性格も違うけど、だからこそ仲良くなれたりするかもよ。そういうもんかの。それにいい夢見られそうじゃない、あの二人がいれば。インターハイか。そう、三年生の私には最後の夢よ。全国大会優勝、宮永てる。全国大会。うん。メンツも揃ったし、始めるかの。あいあい、キョタロウお茶。へいへい。のどか、始めるわよ。はい。あら、のどか、今日は気が進まない？別に、そういうわけじゃ。今日もサキちゃんがいると面白いのにな。そうね。キョタロウ呼んでこい。お前のお茶を入れるのに忙しいんだよ。だいたいなんで俺が。もともとサキちゃんを連れてきたのはキョタロウだじゃ。そりゃそうだけど。失礼します。宮永さん。サキどうしたんだよ。部長。ん？ここに入れてもらえませんか？
もちろん大歓迎よ。本に釣られた？それもありますけど、でも今はそれよりも、ん？私、春村さんともっとたくさん打ちたいんです。宮永さん、私もっと麻雀で勝ちたいんです。清澄高校、確かこの辺りだったわね。あれ、原村さん？ついてる。原村さん。あ、ウィークリーマージャントデーの西田純子よ。こんにちは。お久しぶりです。あら、覚えててくれたのね。今ちょっと取材？すいません、私取材とかそういうの苦手で。まあそう言わないでよ。去年の原村さんの記事評判よくってね、うん、全国中学生大会個人戦優勝、その上美少女でスタイルもいい。大人気なんだから。あなた、あの、失礼します。ああ、ちょっと待ってってば。もうすぐ県予選だけど、個人戦で注目している選手はいる？カン、このリンシャンハイ、まさか。リンシャンツモ、いませんね。強豪校とか選手とか詳しくないですし、自分のスタイルを守っていれば誰が相手かなんて関係ありません。失礼します。あ、原村さん、今回の個人戦は荒れるかもしれないわね。さっき彼女は言いよどんだ。あの天才原村のどかが意識する選手がいる。しかもそれを認めたくないんだわ。一体どんな選手なのかしら。お姉ちゃん、相変わらず勝ってるんだ。全国大会、私も全国大会に出れば会えるのかな。咲き、きょうちゃん。ん？何読んでんだ？なんでもないよ。慌てて隠すところが怪しいね。さては。違うよ。何と違うんだよ。それより今日も行くんだろ、部活。うん。入って1週間経つけど少しは落ち着いた。楽しいよ。家族以外の人とも打てるし、勝つのも楽しい。でも、ん？原村さんって私のこと嫌いなのかな。麻雀部に入ってからほとんど話してないよ。別に嫌いなわけじゃないだろう。まあ初めての対局がインパクトあったからな。あいつにも複雑な感情があるんだろう。何かきっかけがあればうまくいくよ。うん。遅い、もう腹ペコだじゃん。なんだ、タコス娘もいるのかよ。なんだとはなんだ。ん？さっきは学食のおにぎりだけか。作るの忘れちゃって。よろしければいかがですか。え、いいの？はい。それじゃあ。原村さんはお料理上手だね。空腹のせいで部活で負けられても困りますから。いいお嫁さんになれるよね、これなら。のどちゃんは私の嫁だからな。よ、嫁か。ただいま。おかえりなさい、京太郎さん。さんはよせよ、俺たちもう結婚したんだぞ。でも。だったらこれならどうだ。あなたっていうのは。え、そんなの恥ずかしくて言えません。うん、やつよな。ほら早く言って、ほら。
あなた。くぅ、何ぼーっとしてるの、キョウちゃん。あなただってさ。ん、何のこと。え、ああ、いや、別に、何でもない。おう、こがーなところで、みんなで昼飯か。部長と染谷先輩が来たじゃ、これは私のタコスを隠さねば。あら、美味しそうなお弁当ね。原村さんのお弁当、すごく美味しいんですよ。そんな、別に。あ、そうそう、みんな今週末の予定は空いてる？週末？空いてますけど。何かするのか？え、合宿をやろうと思って。合宿？ほれ、旅行カバン。ありがとう。でも、こんな小さいので大丈夫なのか？うん、2泊3日だし、それに学内にある施設らしいから。そうか、まあ、気をつけてね。うん。合宿か。合宿？おう、そうじゃ。あの、何の合宿ですか？あと2週間で全国大会の県予選が始まるのよ。全国大会？そういえばそんな時期ですね。だから今度の週末にみんなで強化合宿をやろうと思って。わかりました。おお、のどちゃんが燃えてるじゃ。宮永さんは大丈夫？あ、はい。全国大会。学内合宿所とは名ばかりの遠さだじょ。原村さん、大きな荷物だけど大丈夫？あ、私は大丈夫です。それにそんなに重くないですから。お？合宿の前にタコス力がもうつきそうだぜ。大丈夫だって。合宿所には温泉もあるから疲れもちゃんと取れるわよ。温泉なんてあるんですね。さ、効能は疲労回復、筋肉痛、関節痛、神経痛、健康増進、四十肩にもバッチリよ。はあ。もう一歩も動けないじゃん。腰が痛い。思ったよりきつかったですね。まったく、こんくらいで寝上げよって。近頃の若いもんは根性入ってらんな。さ、みんな早く用意して。温泉っすか、部長。温泉？何言ってんの。早速練習を始めるわよ。向こうの部屋に宅があるから早く集合しなさい。そんなタイトな合宿なんですか？強化合宿って言ったじゃない。それに温泉は逃げはしないわ。それはそうですが。カン。またですか。リンシャンツモメンチン。カーン、バイマンか。私はもうダメだ。後のことは頼みます。がっくり。先の勝ちか。のどかももう少しだったんだけどな。逃げ切れなかったか。次頑張ります。のどちゃん、いつもより気合が入ってるじゃん。トータルで宮永さんの勝ちか。でもみんななかなかいい手で進めていたじゃない。いい勝負だったと思うわ。でも負けは負けですから。さて、そろそろ夕食の時間だし一息つきましょうか。やっと温泉に入れますね。温泉。ちなみに効能は。それはさっき聞いたからいいです。あらも、じゃあ
一緒に行こうぜ。あ、もちろん京太郎は別だからな。あ、当たり前だ。ほれ、はよ行ってこい。食事になってまうぞ。あれ、染谷先輩入らないんですか？後でな。私たちはいいから、若い者は先に入りなさい。はい。若い者って…露天風呂、いい眺めだぜ。硫黄の匂いがします。本物の温泉なんだね。いいお湯。ほら、原村さん、花が浮いてる。本当ですね。あ、それよりユウキ、さっきからなんで私たちを見ているんですか？やっぱり関係ないのかな。何がです？おっぱいの大きさと麻雀の強さ。なんですかそれ。二人とも麻雀強いのに、のどちゃんは大きいけど、さきちゃんは真っ平らだし。さきちゃんが入る前は、のどちゃんの強さの原因はおっぱいの大きさにあると思っていたぜ。因果関係は立証できなかったか。そんなの関係あるわけないじゃないですか。真っ平らで悪かったね。やったな、さきちゃん。これでどうだ。ちょっと二人とも。ついでだ、のどちゃんもくらえ。今からでもご一緒できませんよね。そうですか。やっぱり大きいですか。そうですか。あの二人、大丈夫かな。心配いらないでしょ。まあ、もともとそんなに大きなわだかまりじゃないがな。のどかとさきも話すきっかけがないだけじゃしな。そうね。一つ屋根の下で生活していればきっかけなんてできるものだからね。単に麻雀の腕を磨くだけじゃないわけか。ほい。お、ありがとう。冷たくておいしい。団体戦はチームワークも大切だからね。次の手も考えているわよ。自敗を混ぜてトンを引いたやつが他のやつに命令できるのか。シャーとペイが中止ろとかですか。落ち着きなさいワーコードたち。ルールはトンプー戦。最初の1着は次回の4人に命令することができる。2着と4着が3分抱き合うとかね。その命令は紙に書いて伏せておいて、ハンちゃんが終わってから開いてみるのよ。抱き合う。スガ君、のどか、ごめんよ。俺だって本当はこんなことしたくない。でも命令は絶対なんだ。あ、はい、命令では仕方ないですよね。じゃあよろしくお願いします。キョウちゃん、よろしくお願いします。何言ってるの。温泉でのぼせたの。いえじゃあ最初は1年生でやってもらおうか。の京太郎が入るのか。部長、こいつがエロい命令を出したらどうするのだ。そういう可能性もあるわね。じゃあみんな頑張るしかないってことか。そんな、やっぱりご一緒がいいですね。いや、これでいいですか。おお、見事な飲みっぷりだぜ、京太郎。スガ君、大丈夫ですか。はい、大丈夫で、いや、のどかもなかなかえぐい命令を出すな。サイダー一気飲みとはね。小さい瓶ですし、大丈夫かと思って。あの、部長。どうしたの。もうギブアップしていいですか。あら、
もう少し頑張りなさいよ。エロい命令を出すチャンスじゃないの。このメンツで1着は無理ですよ。しかもみんなさっきから4着を狙い撃ちじゃないですか。もう勘弁してください。あら残念。ごめんね、キョウちゃん。やっぱり僕は一人がいいです。お？ま、いい時間だしね。本日の合宿はそろそろ開きにしましょうか。明日も早いし。助かった。のどちゃんはまたペンギンか。そういえば部室にも持ってきてたわね。原村さんの荷物が大きかったのはこれだったんだね。まさかそれがないと眠れないとか。え、あ、いや、わりゃ何歳じゃ。お子様だぜ。私はもう寝ます。この水の音、なんだろう。川の流れじゃないよね。ねえ、原村さん。はい？この音、なんだろうね。川の方に滝があるって聞きましたよ。滝か。はい？明日、ちょっと行ってみようかな。ええ。原村さん、私ね。寝ちゃったのか。おやすみなさい。まさか。滝があるって原村さん言ってたな。思ったより立派な滝ですね。原村さん。昨日は寝てしまってごめんなさい。いいよ、別に大した話じゃないから。私はあなたに勝たなくてはいけません。え？麻雀を好きでもないあなたに負けているようでは全国には行けませんから。原村さん。お？私麻雀が好き。え？部活に入ってみんなと打っているうちに楽しいと思えるようになってきた。もっと強い人たちと打ってみたいって思うようになってきたの。そうですか。それに私、どうしても全国に行きたい。行かなきゃダメなの。あ、宮永さん。お母さんとお姉さんは東京に。うん、まだ離婚はしていないけど、一度一人で会いに行ったことがあるんだよ。お姉ちゃんは一言も口を聞いてくれなかった。まだ私のことを怒っているんだ。え？でも麻雀なら、麻雀を通してならお姉ちゃんと話せる気がする。ひょっとして全国っていうのは、お姉さんはインターハイに出てくるの？多分優勝候補だって本にも出てた。優勝候補。まさか宮永さんのお姉さんの名前は？テルっていうの。聞いたことがある。去年のインハイと春季大会の2冠優勝者。
宮永テル。あなたにもあるんですね。全国に行かなければならない理由が。ん？原村さんにも？ええ、まあ。それじゃあ、私もっと頑張る。もっと頑張るから。原村さん、一緒に行こう。一緒に全国に行こう。宮永さん。はい、一緒に行きましょう。全国へ。あっという間の合宿じゃったの。それだけ充実していたってことでしょ。またこの道を帰るのか。辛いな。京太郎、私を産むで。はいはい、歩けなくなったら置いていくよ。なに、私の犬の分際で。また来たいな、この合宿。県予選に勝てば全国大会前にもう一度合宿があるそうです。じゃあまた来られるんだ。そうですね。ぜひまたここに。ただいま帰りました。ああ、お帰り。お父さん。ん？もうすぐ県大会が始まります。そうか。約束覚えていますか？ああ、全国優勝できたらここに残ってもいい、東京の進学校に行かなくてもいいって。そうだったな。だから優勝してきます、全国で。ただしできなかったらきっぱり諦めなさい。はい。お父さん、ただいま。おう、おかえり。温泉まんじゅう買ってきたか？学内の合宿所だって言ったじゃない。あ、そうだったか。もう、人の話聞いてない。楽しかったか？うん。そうか。それでさ、麻雀卓なんだけど。どうした？急に売る気になったか？うん、売らないで。絶対に売らないで。うん？どうしてた？必ずまたみんなで麻雀をできる日が来ると思う。ああ。だから手放さないで。ああ、わかった。ありがとう。なあ、今年も龍門節か。あ、恥ずかしい。今年こそ。風越し女子の代表者の方、会場受付までお越しください。いよいよ県大会の当日じゃ。早かったな。でも私たちはやれるだけのことはやった。まあそうじゃの。合宿でも成果が出とったんじゃないか。パワーアップたち。さあ行こうか、県予選大会に。全国制覇の第一歩ね。はい。どうしたんですか、宮永さん。うん、これから行くところは強い人たちがたくさんいるんだよね。そうですね。なんかワクワクする。早くその人たちと打ちたい。変わりましたね、宮永さん。ん？あ、なんでもありません。行きましょう。
恐怖麻雀怪奇探検隊その1。清澄の七不思議ってさ、サキ、聞いたことあるか？七不思議？そう、七不思議。なんだなんだ、タコスにトッピングする南米原産の新世界一辛い唐辛子の名前か。新発売七不思議タコス、スパイシーでうまそうなじ。おい勇気、何でもタコスに結びつけるなよ。結びつけてなんかない、タコスは挟むものだ。はいはい。その七不思議がどうかしたんですか？実はな、のどか、今俺たちがいるここに七不思議の噂があるらしいんだよ。正確に言うと物質があるこの旧校舎に。だけどね、この旧校舎に七不思議が。あれ、のどちゃん怖いのか？怖くなんかありません。だいたい七不思議なんてただの作り話ですよ。現実的じゃないです。心配するな、のどちゃん。私が怖がるのどちゃんを優しく抱きしめてやるぜ。とわーわー、ちょっとだから怖がってませんって。あら、なんだか賑やかだと思ったら何やっとるんじゃ。部長、染谷先輩、これは別に何も。あの、私たち七不思議の話をしてたんです。七不思議？なんでまた？昔ここの生徒だったって人にたまたま聞いたんですよ。それでみんなも知らないかなって。七不思議って本当にあるのか、部長？そうね。マコ、奥の物置からあれを持ってきてくれない？おお、あれか。そう、あれ。了解じゃ。京太郎、お前も手伝い。え、ほら、はよ。よし、わかりました。会長、あれって何ですか？ひょっとして、ひょっとして、お化けを持ってくるのか？お化け？さすがの我が麻雀部もお化けは持ってないわね。そうですよ、お化けなんているわけが。どっせい。持ってきたぞ。あ、ご苦労様。これで合ってるじゃら。そう、これこれ。これって雀卓じゃないですか。どういうことですか、部長、こんな古い雀卓を出してきて。詳しい話は後で、とりあえずこれで打ってみましょうよ。はあ。おお、年代物の雀卓だぜ。ちゃんと使えるのか？多分大丈夫だと思うけど。ほら、さきとのどかも座って。はい、わかりました。じゃあ始めましょう。本当に大丈夫ですか？なんだか変な音がしたような。大丈夫大丈夫、ちゃんと動いてるじゃない。あ、私が親だな。行くじゃん。部長、そろそろ教えてくれませんか？そうね。あ、それポン。あ、はい。だから部長、のどちゃんの番だぜ。このままだと、のどかが集中できないみたいね。じゃあ、そろそろ話そうかな。お願いします。これなの。え？これって？だから、この雀卓よ。七不思議の一つ。血まみれの雀卓。血まみれの雀卓？のどちゃん、やっぱり怖がって。ません！怖がってなんか。血まみれって、見た目はただの古い雀卓ですよ。そうですよ、血なんてどこにも。赤い染み、それって血。あー、またソースこぼして。何を言う、豪華にかぶりつくのがタコスの醍醐味だぞ。ソース、この赤い染み、タコスのソースだったんだ。のどちゃん、やっぱり怖がって。ません、もう。そろそろいいかな、私の話。話って一体？あ、これはね、この旧校舎で昔本当にあったっていう話なんだけど。麻雀部の先輩に誰よりも麻雀の好きな人がいたの。その人は本当に本当に麻雀が好きだった。だから一日中食事をするのも寝るのも忘れて麻雀に打ち込んだらしいわ。そんな人だから体調を崩した時も麻雀をやめなかった。なんだ
かな。そう、こんな風の強い日だったらしいわ。その人が最後の卓に着いたのは、最後の逆転の三倍マンを決めた後、その人は前のめりに倒れ伏した。口から吐いた血で雀卓を真っ赤に染めて、だから今でもこの雀卓で戦う者は真剣に勝負をしなくてはならない。最後の瞬間まで麻雀に全てをかけたその人の強い思いがここに取り付いているから。取り付いてなのに、こうして勝負を途中でやめたりなんてしたら、止まってしまって。どうして止まっちゃったんだっけ。あれじゃねえか、ほら、野高がビビって席を立った時。そうだぞ、あれがきっかけだぜ。私がいけないんですか。そんなつもり。勝負を途中で止めた時、恐ろしいことが起こるという。それが七不思議の一つ、血まみれの雀卓の言い伝え。恐ろしいことって。それはね。それは、うわっ、ようけ驚いてくれたね。染谷先輩。いや、こういう場合やらんといけん思うてな。お約束じゃ、お約束。私、心臓が止まるかと。大丈夫、原村さん。今の奈々ちゃんの悲鳴、女の子って感じだったぜ。もう、勇気。まあまあまあ。しかし、つうことは結局嘘だったってわけっすよね、その話。あら、嘘じゃないわよ。え？本当よ。さっき話したこと、全部。あ？なんだ、この音。どこから聞こえるんだ？何これ。まるで、棺桶の蓋を開けるみたいな。宮永さん、何ですか、その例えは。これだじゃん、この雀卓から。だんだん音が大きくなってくるぞ。これってまさか。やめ、来ないで。何が起こったんだ。おい、煙出てねえか、この雀卓。びっくりした。みんな怪我はない？はい、大丈夫みたいです。いやー、たまげたわ。これが血まみれの雀卓の呪いか。呪いなわけないですよ。古い雀卓が壊れてしまっただけです。はい、混ぜる時から変な音してるとは思ってたけど。教訓、ずっと使ってない古い全自動の雀卓を使ってはいけません。へえ。困ったもんじゃの、ほんまに。おっと、気を抜くのは早いぜ、のどちゃん。これって死んだ麻雀部員の霊が起こした可能性も。ないない、だってその人死んでないもの。え？亡くなってないんですか？確かに血を吐いて倒れちゃったんだけど、その後療養してすっかり良くなったんだって。でもそれに懲りて麻雀はやめちゃったって。まあそういうわけ。じゃあ一体どこが七不思議なんだ？だって不思議でしょ。今にも壊れそうな雀卓がまだ動いてって、たった今壊れちゃったけど。そんな、おかしな話をしないでください。いやー、それにしても、なかなかそそるものがあったぜ。狼に追い詰められた子羊のように怯えるのどちゃん。怯えてません。ちょっとびっくりしただけです。へぇー。大体、七不思議なんてただの噂です。フィクションです。そんなオカルトなことあり得るはずが。じゃあ確かめてみようぜ。が本当か嘘か、残りも全部確かめてみるのだ。そんなこと。原村さん、怖いなら無理しなくても。怖くなんかありません。七不思議なんてそんなオカルト。じゃあナドちゃんも行くじゃん。ゴーゴーナドちゃん。へえ。強引なやつ。でもなんだか楽しそうなことになってきたわね。あんたも参加する気な？もちろん、麻雀部のみんなでね。本当に。というわけで、麻雀怪奇探検隊、次回へ続く。誰に言ってんだ。メイドレベルアップ。おはよう、
お兄ちゃん、もうお兄ちゃんはいつもサキが起こしに来ないとダメなんだから。はい、次。お兄ちゃん、サキ、今日お兄ちゃんと一緒に学校に行っていい？恥ずかしくなんかないよ。だってさっきお兄ちゃんの妹だもん。はい、次。お兄ちゃん、さっきお兄ちゃんのこと大好き。もう一度。お兄ちゃん大好き。もう一度。大好き。もう一度。大好き。もう一度。大好き。ラスト。お兄ちゃん大好き大好き大好き。はい、オッケー。よし、次はのどかじゃ。よろしくお願いします。肩の力を抜いて、お高く止まった感じで。はい。お話になりませんわ。はい。顔を洗って出直してきなさい。はい。あなたを見てるとイライラしますわ。そこで出れる。本当にイライラします。あなたをずっと見ていましたから。もっと出れる。勘違いしないでください。私はあなたのことなんか、あなたのことなんか。さらに出れる。私、本当はあなたのことを言わせないでください。恥ずかしい。そうじゃ、抜群にええわ。のどかは普段から言葉遣いが丁寧じゃけ、やっぱりポイント高いな。はぁ、ありがとうございます。じゃあ次は、あの、染谷先輩。あ、なんじゃさき。これって本当に必要なんですか？どういう意味じゃ？だから私がこんな妹のお芝居をする必要なんてあるんですか？ああ、それに原村さんだって、そのツンデレ、それです。そのツンデレをやる意味が。はあ、あんた分かっとらんの？え？ええか、あんたは今何のためにうちの喫茶店に来とるんじゃ？それは前みたいに先輩のお店のお手伝いとして。じゃろう。昨今はどこも不況不況で、当然のようにうちの店も苦しい。そこでわしは二人をメイドとしてもっと戦力にしたいんじゃ。戦力？今時メイド喫茶なんてありふれとる。はっきり言ってブームは過ぎ去ったと言っていい。そんな業界で勝ち抜くために必要なキーワードは何か。そう、個性じゃ。個性ですか。じゃけ、わしは先に妹のどかにツンデレという属性をつけるため、こうして特訓しおると。つまりそういうわけじゃな。でもここまでしなくても、原村さんだってそう思って。笑ってしまいますわ。もっと蔑むような感じの方がいいですね。10年早くてよ。首の角度はこれくらいで。あの、原村さん。はい、何ですか？何ですかって、なんだろうね。のどかは優秀じゃな。期待できるわ。私は無理ですよ。こうしてメイドの格好をするだけでも恥ずかしいのに。ごちゃごちゃ言う前に練習練習。次は応用編行くけの。応用編って？はい、お兄ちゃんが帰ってきた。はい。おかえりなさい、お兄ちゃん。もっと親しく。おかえり、お兄ちゃん。もっとキャラ作って。おかえり、お兄ちゃん。喜びいっぱいに。うわーい、お兄ちゃんが帰ってきたよ。ご奉仕して。あのね、さっきお兄ちゃんのためにアップルパイを焼いたの。もっとご奉仕。さっきが食べさせてあげる。あーん、おいしい。ええー、よ、ええー、よ。そこへお兄ちゃんの連れてきたガールフレンドが登場。あら、あなたが妹さん？原村さん？はい、ライバル心たっぷりに妹を見下す。なんだ、まだ子供ですのね。もっと見下す。あらあら、無理して頑張らなくても。ちょっと持ち上げる。でも驚きましたわ、妹さんこんなに可愛いですもので突き落とす。これから私のことお姉さんって呼んでもいいんですよ。妹大ショック。そこで反撃を開始。え、私？はい、反撃。うちのお兄ちゃんがお世話になってます。うちのお兄ちゃんが。それに対して彼女を？お世話してるなんて、そんな他人行儀な関係じゃありませんし。妹、今夜楽しみにしててね。さっきお兄ちゃんの大好きなオムライスを作ったんだよ。二
人で一緒に食べよう。彼女、今度の日曜日楽しみですね。映画を見てショッピングした後は海の見える公園で二人っきり。さあ、形勢不利な妹、ここで必殺の。お兄ちゃん、一緒にお風呂入ろう。だって小さい頃はずっと一緒だったでしょ。彼女も負けじと。今日は両親が出かけてしまって、うちには私一人だけなんです。よかったら遊びに来ませんか。そして二人はぶつかり合う。お兄ちゃん、一番好きなのはサキでしょ。それは家族としての好き。本当に愛しているのは。ううん、分かってるの。私もこの胸の思いを抑えられない。私だって本当の気持ちを抑えられません。お兄ちゃん、はっきり言って、サキとこの人とどっちにするの。完璧じゃ。そうなのかな。いや、なかなかやるの、サキ。練習を始めたばっかりでここまでやれるとは。全部先輩の書いたシナリオ通りにやっただけですよ。妹の方も面白そうですね。うん、逆にするのもええかもしれんの。のどかが妹で、さっきがツンデレっと。無理ですよ、これ以上は。妹だけで十分です。ま、欲張っても仕方ないけ。今はこれでええじゃろ。およし、そろそろ回転じゃ。頼むで、二人とも。はい。お、本日のお客第一号じゃ。早速行きんさいや、さっき。はい。おかえり、お兄ちゃん。今日はお兄ちゃんのためにとっても美味しい。どうしたんじゃろ、さっきは。いきなり固まってから。染谷先輩、あのお客様って。あ、ゆきちゃん、さきちゃん、今、お兄ちゃんって。さきの拾い物。あれ、今日はきょうちゃんだけ。おー、さき、すぐにみんな来るんじゃねえの。それにしても珍しいね、きょうちゃんが本棚の前にいるなんて。いつもゲームばっかりで本なんて読まないのに。いやさ、なんか分厚い本とか読んだら安眠できそうじゃん。ゆうべゲームにハマっちゃって寝不足でさ。なんだ、そういうことか。本の背表紙見てるだけで眠くなってきたぜ。こんなとこで寝たらダメだよ。わかってるよ。ちゃんと仮眠用のベッドに行きますって。じゃあおやすみ。もうだらしないな。これでのどかが隣で添い寝なんてしてくれたら最高なのに。まったく、きょうちゃんは。私も読む本探そう。どれがいいかな。これ面白そうだな。でもこっちの推理物も読んでみたいな。あれ、このシリーズって新刊が出たんだ。本当に麻雀部の本棚って中身が充実してて。落としちゃった。元に戻さないと。あれ、なんだろうこれ。本の中から、はあ、これってひょっとして お金。それもこんなにたくさん。なんで、なんで本の中にお金が。サキ、いいじゃねえか、付き合ってくれたんだ。またうまそうなレディースランチがさ。なんだ、寝言か。にしても何なのこのお金。10万円20万円ああ、もっとたくさんあるよ。一体誰がこんなところに。ああ、だからいいじゃん、金は俺が払うんだからさ。このお金って、まさかきょうちゃんの。さっき本棚の前にいたのもひょっとして。でもこ
んなところに隠さなきゃいけないなんて、人に知られたらいけないお金なんじゃ。これで大丈夫だよね。さっきと同じどこもおかしいところのない本棚だよね。こんにちは。宮永さん、どうしたんです？おかしな声を出して。おかしな宮永さん。びっくりした。あと少し遅かったらアウトだったよ。キョウちゃんの秘密のお金を見られて。キョウちゃんの、キョウちゃんの。宮永さん、そんなところで何をしているんですか？それは、私、本を探してて、それで。本を。それで何か面白い本はありました？何も見てないよ。そうですか。どういうこと？何か面白い本はあったかなんて。まさか、このお金は原村さんの？どうして？宮永さん？原村さん、こんなところにお金を隠すような人じゃないよ。でも、そうするしかない理由があったのかも。家にお金を置いてると、怖い借金取りの人が来て持っていっちゃうとか。どうかしたんですか？さっきから様子が。原村さん！はい。大丈夫。私、このこと誰にも言わないから。え？隠さなくていいよ。隠さなくちゃいけないんだろうけど、隠してることを隠してること、私には隠さなくていいよ。何を言って。大変だったんだね、原村さん。でも、隠すならもっと見つからない場所の方がいいよ。例えば、天井裏とか。落ち着いてください、宮永さん。さっきから何を言ってるんですか？隠すとか隠さないとか。だから隠さなくていいよ、この本棚の。やあ、ゆきちゃん登場だぜ。ゆうき、部屋に入るときはもっと静かに。のどちゃんにさきちゃん、あと一人揃えば。お、寝てんじゃねえ、京太郎、起きろ。うるせえな。なんだ、ゆうきか。さっさと来い、みんなで麻雀するじゃん。はいはい。そうですね、4人集まりましたし、そろそろ。あ、その前に宮永さんの話が。え？ダメだよ、こんなみんながいる前で。みんながいると宮永さんはダメなんですか？私がダメなんじゃなくて、原村さんが。私はダメじゃないですよ。ダメだよ、ダメだったら。そんな原村さんの秘密の事情。秘密の事情？だからそれは何の話なんですか？だからそれは、あれ、ひょっとして原村さんじゃない？じゃあやっぱり京ちゃん？それとも本当にどうしたんですか、宮永さん。なんだなんだ、さきちゃんがどうかしたのか？それがさっきから様子がおかしくて。ほほう、様子がおかしい。私は別に何も。さきちゃん、さきちゃんは一体何を知ってるんだ？何って、何も。本当か、本当にか。どうしたの、ゆきちゃんのこの迫力。まさか本のお金はゆきちゃんのもの？そういえば、いつもあんなにタコス食べててお金はどうしてるのかなって思ってたけど、あれって隠してる大金の中から。あのお金はゆきちゃんのタコス資金。さきちゃん、私は全てお見通しだぜ。ごめん、ごめんなさい。さきちゃん、私の知らないタコスの美味しいお店見つけたな。え、水臭いじゃん、さきちゃん。秘密にしといて後で私を喜ばせようとしてたな、こんなこんな。タコス？ゆうき、多分そういうことじゃないと。本当にこいつは何でもタコスだよな。おお、みんな揃っとるな。あ、染谷先輩。先輩？そうだよ、染谷先輩の可能性もあるよ。麻雀部の中で一番お金に触れていそうなのって、お店の手伝いをしている染谷先輩なんじゃ。ひょっとして
秘密にしなきゃいけないお店の裏金的なものを部室に隠してたり。あ、なんじゃさき。わしに熱い視線注いで。染谷先輩なんですか？そうなんですか？はあ、わしはわしじゃん。わしが染谷真子以外の何かに見えるか？そういう意味じゃなくて、なんじゃ、煮え切らんの。いや、さっきからおかしいんすよ、さっきのやつ。美味しいタコスを独り占めしようと。してねえって。このままじゃ、みんな気になって部活になりません。本当のことを話してくれませんか、宮永さん。言っちゃって、いいの？はい？なんだよ、それは。まるでお前が話したら、ここにいる誰かが困るみたいな言い方だな。困る。思う。なんだそりゃ。余計気になるわ。さあ言うんじゃ、サキ。あんたが知っとることをすべて吐け。そんな。サキ。サキ。サキちゃん。宮永さん。あるんです。ある。この本棚の、この本の中に、たくさんのお金が隠してあるんです。お金が隠してあるわよ。部長、外で話は聞かせてもらったわ。さっき見つけちゃったのね。じゃあこの本のこのお金って部長のものなんですか？うわぁ、本当に本の中から。本物の札束たち。たまげたわ。そんなところに本物の札束が。本物の宮永さん、それって。私そんなつもりじゃなかったんです。部長の秘密のお金を見つけようとかそんなつもり全然。本当に偶然なんです。本を読もうと思ったら偶然このお金が。ちょっと少し落ち着け。先でも。ええー、け落ち着けよ。ほら深呼吸。深呼吸。ほら一緒に。落ち着いたか？はい、ちょっとだけ。落ち着いたところで、その札束をよーく見てみんさいや。でも、こんな大金怖くて。とにかく見てみ。はい。よく見て。よく。あ、どうした？さき。このお金って、1億円！ 1 億円！だって、ここに1億円って書いてあるよ。ということは、1億円札が100枚で100万億円？宮永さん、ありませんよ、1億円札なんて。そりゃそうだよな。ということは、その札束。おもちゃってことか？おもちゃ？本当に？その通り。それは私の友達が作ったいたずら用のおもちゃ。驚いちゃった、さっき。驚きましたよ。どうしてこんなものが？だって夢があるじゃない。本の中に秘密の大金がなんて。部長、宮永さんの様子がおかしかったのはそれのせいだったんですね。小心者の先らしいぜ。ほんまじゃな。ああ、タコスの方が良かったぜ。ほっとしたよ。ごめんね、驚かせちゃって。でもあっちの方を見つけてたら驚くだけじゃ済まなかったわ。え？何ですか？あっちの方って。なんでもない。もうこの本棚には何にも隠してないから。なんもね。どういうことですか？本当に本当にもう何もないですか？ないですよね。答えてください、部長。を作れ。タコス、それは野菜とお肉、そして全てを包み込む愛の象徴。タコス、それはスパイシーに唇を刺激するソースの誘惑。タコス、それは心と体を見知らぬ世界へ導くファンタジーで、サスペンスで、エロチックで、ダイナミックで、スペクタクルな、つまりなんとそういう感じ。
だというわけでだよ。おい、それにしてもすごいね、新校舎の調理実習室を借り切っちゃって。ゆうきのタコスにかける情熱はすごいですから、入る高校もそれで決めたくらいですし。じゃけどわしらまでタコスを作ることになるとはな。あら、いいじゃない、タコスはゆうきの麻雀のパワーになるのよ。ゆうきが強くなるイコール麻雀部も強くなるってことね。そういうもんかいね。まあまあ、だから麻雀部のみんなでタコスを作ろうってことになったんじゃない。それまで待てないじゃ。困りましたね。すぐ出せるもので代わりに欲しいものとかあります？のどちゃんのおっぱい。出せません、そんなもの。とにかく早くタコスを作った方が良さそうだね。頼むじ。よーし、じゃあ早速みんなでタコスを、タコスを、いや、タコスってどうやって作るんだ？言われてみれば、私もよくわからないよ。はぁ、仕方ない奴らだな。ここは、私がタコスの秘伝レシピを伝授してやるぜ。タコスはとってもメジャーなメキシカ料理なのだ。トルティーヤと呼ばれるトウモロコシの粉で作った皮に、肉や野菜をたっぷり挟み込んで、お好みでスパイシーなサルサソースをかけて食べたりするじゃん。以上。以上って、簡単すぎねえか説明。とにかく作ってみろ。タコスも麻雀も実践が大事なのだ。はいはい。じゃあそろそろ始めましょうか。お料理スタート。レタスなどの新鮮な野菜を彩りよく。ああ、原村さん、包丁使うの上手だね。宮永さんも上手ですよ。料理はたまにするから。作れるメニューはちょっぴりだけど。皮はなるべく薄く焼くっと。え、痛っつって。料理なんてほとんどしたことねえからな。右に同じ。でも、方法はいろいろあるものよ。ああ、部長、どこ行くんすか？ちょっとね、あとはよろしく。え、ああ、言っちゃった。どうしたんだろう、部長。まだできないのか？お腹と背中がくっつくじ。今料理を始めたばかりでしょ。やっぱりタコスができるまでナナちゃんのおっぱいを。だから出ませんって。しゃあ、完成だ。初めて作ったけど、なんとかなったね。シンプルな料理ですから、これで勇気が満足するといいんですけど。よーし、早速試食タイムだ。みんなの作ったタコスを私の前に持ってくるのだ。はーい。まずはのどちゃんたち。私ですか？ちなみにのどちゃん本人を試食するんじゃなくて、あくまでのどちゃんの作ったタコスを試食するんだぜ。当たり前です、そんなこと。私としてはのどちゃんを食べちゃってもいいんだけど。勇気、おかしなことを言わないでください。はい、これが私の作ったタコスです。おお、見た目は完璧にタコスじゃない。すごく美味しそう。レシピ通りに作っただけですよ。ああ、のどかが俺の嫁になってくれたら毎日のように手料理を、ああ、なんてな。では、早速いただかせてもらうぜ。いいな、のどかの手料理。味はどう、ゆき？うまい！さすがだ、のどちゃん！よかった！皮と具とソースの絶妙なハーモニー！これはお店で出してもおかしくないレベルだし！すごい！すごいよ、原村さん！そんなことないですよ！ほう！お店に出してもおかしくないレベルか。あ、なんか染谷先輩、自信たっぷりですね！忘れてもらっちゃ困るの。うちは喫茶店。しかも店で出しよる料理は何でも作れるのがこのわしじゃ。おお、のどちゃんの手料理の次はプロの味か。
見るがいい。これがわしの料理じゃ。これはホットプレートで焼ける皮とソースの香ばしい匂い。これが本場の味じゃ。で、最後に削り節と青のりをパラパラっと。で、タコスじゃなくてお好み焼きだ。しかも広島風。スムヤ先輩、料理が別のものに。いやー、うちの店じゃタコスは出しよらんけんの。じゃけど店にあるもんじゃったら完璧に作れるんよ。でもお題はタコスですから。タコスもお好み焼きも似たようなもんじゃろうが。なかなかうまいけじゃろ。食べてるし。では次はサキちゃん、期待してるけ。そんな、期待されるほどすごいものはできてないよ。おー、これがサキちゃんのタコスか。見た目は普通だな。先輩と違ってちゃんとタコスだし。悪かったな。これは食べてみないとわかりませんね。そういうこと。じゃあ試食を。どう？おいしい？このタコスは。このタコスは？お袋の味。お袋の味？香ばしいトルティーヤの後にピリッと舌を刺す生姜焼きの味、そして優しい旨味の肉じゃががふっくらと口の中に。待て待て待て、今なんつった？生姜焼きに肉じゃが？ゆきちゃんの言う通りだよ。私タコスの中に生姜焼きと肉じゃがを入れてみたの。なんでまた？だって私自信を持って作れる料理ってあんまりないんだもん。あとはカレーとかシチューとか豚汁とか汁物ばっかりじゃな。変なものを作って食べるゆうきちゃんに嫌な思いをさせたくなかったから。それで。なるほどな。じゃけどこれは。ですよね。生姜焼きとか肉じゃがとかタコスに入れるなんてありだじょ。そうそう、ありって。タコスとは堅苦しい決まりきった料理にあらず、中に挟む野菜も肉も味付けも基本的には自由。まさに無限の可能性を秘めた料理なのだ。そんな大げさなもんか。タコスの味を決めるのは何より作ってくれた人の心だじゃ。その点サキちゃんのタコスは花丸満点だ。よかったですね、ミヤノガさん。なんだか照れちゃうな。さて盛り上がってまいりました。残るタコスは2つ。キョタロウ、来るがいいじゃん。ほらよ、これが俺のタコスだ。このタコス、真っ黒だね。あっちゅう、焦げ焦げの失敗作じゃない。おっと、それが違うんだな。確かにこのタコスは黒い。しかし、焦げているわけじゃないんだぜ。どういうこと、キョウちゃん。実は、このタコスにかかっているのは絞りたてのタコスミだ。タコスミ？もちろん中にもたっぷりタコが詰まってるぜ。タコスだけにな。どうだユウキ。分かってきたじゃねえか小僧。おう、ではいただかせてもらうぜ。どうだ、うまいだろう。どうした？大変、ユキちゃんが。ユキ、まずすぎるじゃ。お待たせ。部長、どこに行っていたんですか？ちょっとね。はい、何はともあれこの自信作を見てよ。おお、これは予想外じゃん。原村さんの作ったものよりすごいかも。このタコス、部長が？ん？ああ、それはその。うわー、辛抱たまらんじゃ。いただきまーす。あれ？どうしたんです？ユキ。これって。食わねえなら俺がもらうぜ。ダメだよ、キョウちゃん。んなこと言ったって、俺も腹が減ってんだよ。いただきまーす。おーん。どうしたの、キョウちゃん。うまい！なんてベタなギャグでも言うんか？これ、すごく？これ、このタコス、本物じゃねえぞ！作り物だよ、作り物！ほら、店のガラスケースに飾ってあるローザイクのあれ！ローザイク？部長、
どういうことですか？ああ、やっぱりダメか。ほら、私って料理できないじゃない？でもこれなら完璧かなと思って。見た目は完璧でも食べられないと意味ないですよ。ああ、やっぱり？なんてことするんですか、部長。これくらい見抜けないとまだまだ修行が足りないじ。つったってよ。とりあえずこれでみんなが作ったタコスの試食は終わりかな。終わレンジ。え？こんなオチでタコス勝負を終わらせるわけにはいかん。やっぱりここはキングオブキングタコスのこの私が自らタコスを作ってやるぜ。最初からそうすればよかったんじゃねえか。なんじゃこの動きは。料理をする手が早すぎて見えない。それ勇気が本気を出しています。なんか無駄にすげえ。うわできたじ。さすが、言うだけのことはあるの。タコスがピカピカに光ってますよ。のどかのもうまそうだったけど、これはすごいです。ユウキ、タコスにかけては一番です。さあみんな試食してみろ。じゃあ遠慮なく、いただきます。おわー、おいしい。やっぱりユウキが作ったものにはかないませんね。それほどでもないよ。やけどほんまにうまいの。これならいくらでも食べれるわ。そうね、私ももう一つもらおうかしら。あ、私も。俺も。これがタコス道を極めた者の本当の力だじ。タコスは宇宙全体よりも広くて深いもの。それを極めようと思ったら、私のように24時間毎日タコスにその身を捧げ。で、食べてばっかりいないで私の話を聞け。美味しかった。勇気のタコスは絶品です。うい、満足そうなみんなを見てたら私もお腹が空いてきたじゃん。私も一つ。うわあ、どうしたの勇気。ないじゃん、私の作ったタコスが。そりゃないわ、真っ白で食べてしもうたけん。なんで全部食べちゃうんだ。だいたい私に食べさせるために始めたタコス対決のはずだ。私が食べないと意味ないじゃん。さっき食べたじゃない。また食べたいんだ。でも、もう材料が。タコス、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 タコス。なんだか、料理を始める前よりひどくなったような。タコス。恐怖麻雀会議探検隊その2。一枚、二枚、三枚、三枚。ああ、足りない。一枚足りない。一枚。白が一枚。ないわ、白が一枚。これじゃ旦那様に。誰ですか旦那様って。そうじゃなくて。あれ、やっぱり怖いのかなどちゃん。勇気、私は怖くないって何度も言ってます。私はちょっと怖かったよ。宮永さん。俺も結構怖かったぜ。スガ君まで。あった、ここでヤイ君のみんなに前回までのお話を説明するじゃん。だから誰に話してるんですか。麻雀部の部室があるこの旧校舎に伝わる恐怖の七不思議、その真相を解き明かすため我らは立ち上がったのだ。以上。立ち上がってません。もう恐怖におののくのどちゃんをじっくり堪能するというお楽しみもありません。だから七不思議なんて、そんなの全部迷信です。ちなみに今のは七不思議の一つ、一枚足りない白のお話よ。部長。いやー、なかなかの名調子だったぜ。だな、白がなくなったことを嘆く絶望の気持ちがありありと。みんな、
待ってください。それって単に白の灰を一枚なくしただけでしょう。怪奇でも何でもないですよ。そうね、確かに白をなくしただけよね。そうですよ部長。でもその人は白をなくしたことを気に病んで部室の窓から身を投げたの。身を投げた？そう、無念の思いで身を投げた彼の姿は今でもくっきり映って見えるという。そこの窓に！落ち着いて原村さん、何も映ってないよ。宮永さん、あれ、なんかその話おかしくねえか？何がおかしいんだ京太郎。身を投げたって言うけど、その窓の向こうってベランダじゃん。うわ、そうよ、ベランダよ。じゃあ身投げなんてできるはずないよ。どういうことですか部長。ショックでその窓から飛び出したのは確かよ。そしたらなくした服がベランダで見つかって、それでめでたしめでたしと。めでたしめでたしって。めでたくないですし、不思議でもないですよ。じゃあ次の七不思議は。部長、まだそんな。待たせたの。染谷先輩、姿が見えないと思ったら。どこ行ってたんだ。物置じゃ。次の七不思議のアイテムを取りにな。え？グッドタイミングよ、マコ。もうやめましょう。七不思議なんてないですから。ビビりまくりだな、のどか。じゃあ行くわよ。旧校舎に伝わる次なる七不思議。死神のサイコロ。サイコロ？死神の？そう。わしが持ってきたこの二つのサイコロが、七不思議の一つ。死神のサイコロじゃ。見た目はただのサイコロですよね、これ。宮永さん、触ったりしない方が。ちょっと振ってみなさい、先。軽い気持ちで。はぁ、振りましたけど。出たサイコロの目は？六ですね。両方とも。六。そう。やっぱり出ちゃったのね、六が。どういうことですか？六という数字に何か意味でも。六は無とも読むわよね。無、何もないという意味の漢字も無と読むわ。それが一体。何もない、何もなくなる、なくなってしまう。例えば命。命？そう、六という数字は忌まわしき死の象徴。そんな偶然ですよ。たまたま六の目が出ただけで。さき、もう一度振ってみて。はい。またどっちも6だし。偶然です。2度くらいなら同じ数が出ることも。3度くらいなら4度目。どうして。おいおい、5回連続で両方6ってありえねえぞこのサイコロ。そんな嘘です。何かの間違いです。間違いじゃないわ。今あなたの目の前で起こったことよ。これこそが七不思議。死を暗示する死神のサイコロ。今度こそ、本当に。あれ？どうしたんだ、シャキちゃん。いや、なんだか変だよ、このサイコロ。変って？ほら、持ってみて、キョウちゃん。うん。あれ？言われてみれば。何か、霊的なものが取り付いて。じゃねえって。なんか、重さのバランスがおかしいっていうか。おうおう、よう気づいたな。ソミヤ先輩。わしが思うに、このサイコロには鉛が入っとる。じゃけ、6の目しか出んようになってると。まあ、そういう。それって、イカ様用のサイコロじゃないですか。いやー、不思議よね。不思議でも何でもありません。ちゃんと種があります。よく考えたらそうだよな。不吉って言うなら、6より4の方が不吉なわけだし。これも別にお化けとか関係なかったね。当たり前です。そんなものいないんですから。部長、他にはのどちゃんを怖がらせるとっておきの七不思議。勇気。もちろんあるわよ。部長も。例えばそこのパイフ。パイフ？紙に書かれたその昔のパイフ、誰も触ってないはずなのに勝手に動き出すの。いや、風のせいでしょ。そして庭に見えるあの昔の校長先生の銅像。銅像が？三日月の夜、月明かりの下で怪しく輝くという。
それってあれっすか、あの銅像のハゲ頭がピカーンみたいな。麻雀と関係なくなっちゃったね。これは本当にすごいわよ。信じられない七不思議。プラマイゼロを出し続ける少女。それはすごいじゃん。確かにプラマイゼロを出し続けるなんて。プラマイゼロ、プラマイ、あれいやー本当にすごい七不思議よね。あの、私七不思議とかじゃないんですけど。部長もういいです。原村さん、これではっきりしましたね。七不思議なんていう非科学的なもの存在しないって。おっと、気が早いの、のどか。染谷先輩、よーく思い出してみんさい、今までの七不思議の中身を。今までの、最初の血まみれのジャンタクだろ、次が一枚足りない白で、死神のサイコロと続いて、勝手に動くパイフに、月夜に輝く道場に、プラマイゼロを出し続ける少女。だから七不思議じゃないって。あれ、六つしかない、一つ足りないぞ。そう、その最後の一つこそ。一つこそ赤酢の麻雀物質よ。赤酢の麻雀物質。ほれ、ここじゃ。ここが七不思議の最後の一つ、赤酢の麻雀物質よ。でも知らなかったぜ、この旧校舎にもう一つ麻雀部の部室があったなんて。今では知る人はほとんどいないわ。だってかつて亡くなった部員の霊を封じ込めたと言われているから。そんな、またまた、どうせあれでしょ、大したことないとオチなんでしょ。そうだよね、そうに決まってます。もう一つの麻雀部室なんて、そんな大げさな嘘までついて。よし、早速中を探検だ。勇気、扉が開かない。なんかテープみたいなのが貼ってある、これのせいで。ゆきちゃん、そうやって。はい、これで中に入る。ゆきちゃん、それどうしたんです。宮永さん、今ゆきちゃんが剥がしたのってこれか、床に落ちてるこの。あ、スガ君、おいおい、これって。もう、さっきからどうしたんです。宮永さんも菅君も。お札。え、勇気が扉から剥がしたこれってお札じゃねえのか。はっ、勇気ちゃん、どうしたんです。勇気、そんなおかしな笑い方。出られた。え、やった、出られた。おい、なんだよこれ。我を封じたこの部屋から、ついに、勇気、どうしたんですか、勇気。取り憑かれちゃったんだよ。え、勇気ちゃん、幽霊に取り憑かれちゃったんだよ。大回転、握りで勝負。いらっしゃいませ。はい、いらっしゃいました。原村さん。めちゃめちゃ緊張してんな。ナダちゃんはお寿司は初めてか？お寿司くらい知ってます。ただ、こういうのは初めてで。お寿司を食べるのが初めてってこと？そうじゃなくて、こういう回るお寿司が。ああ、回転寿司が初めてなんだ。はい、噂には聞いていたんですけど。噂レベルかよ。じゃあ今日はのどちゃんの初体験だな。はっ、勇気、そういう言い方しないでください。ほれ、あんたらいつまでもこんなとこにおったら邪魔じゃろう。染谷先輩、はよ適当に座りんさい。はい。さあみんな、お腹いっぱい食べて明日への英気を養いましょう。おお、ひょっとして部長のおごりか。それはもちろん違うけど。どうしたの、原村さん。
いや、その、回ってるなーって。そりゃ回っとるじゃろう。回転寿司なんじゃけ。どうして回ってるんですか？どうして？そりゃあれじゃねえのか。ほら、つまりあの、回ってる方が、その、面白いとか？キョタロウ、お寿司が回ってる理由を原稿用紙100枚にまとめて提出しろ。地球が回ってる理由もな。提出しろじゃねえよ。あと地球関係ねえだろうが。多分だけど、いつでも好きなお寿司を取れるようにとかじゃないのかな。回ってる理由。まあまあ、そういう話は置いといて、早速食べましょうよ。はあ、まだ何かあるのか、のどちゃん。どうやって食べればいいんでしょうか。どうやって？そんなの普通でいいんだよ。別に回転寿司だからって特別なこととか何もないぜ。普通でいいんですか？普通で。そうじゃ、回ってくるやつから食べたいのを取ると。食べたいのを取る。原村さん、え、私何か間違えました？いや、確かに取るとは言うたけど。お寿司だけじゃなくて乗ってるお皿も一緒にね。すいません。ああ、流れてっちまったな、皿。取ってこい、キョタロ。へいへい。ごめんなさい、私。仕方ないよ、初めてなんだから。すぐに慣れるって。そうそう、さっきの言う通り。細かいことは気にしないで、みんなで楽しく食事しましょう。食ってんな、勇気のやつ。おやじ、タコス寿司略してタコ寿司を作れ。そんなの。ヘイユー、あるのかよ。ヘイ、タコ寿司お待ち。おお、これは赤と白のコントラストが眩しい、プリプリとした産地直送の生きのいいタコって、タコじゃなくてタコだじゃ。いや、お前タコ寿司って言ったからな。ゆうきったら。あ、春村さん、お茶のおかわりは？え、あ、すみません、宮永さん。まだわからないこととかある？いいえ、宮永さんたちが教えてくれたおかげで。そう、よかった。おっと、おとろもらい。へへ、おとろ。落ち着きなさいよ、マコ。まだお皿に食べてないのがあるじゃない。赤身に中トロに鉄火巻き。マグロばっかりね。これぞマグロの本質じゃ。はあ、なるほど、そうくるのね。全部マグロだから本質ってこと。まあ、麻雀部員としてこれぐらいはこなさんとの。なら私だって。ズボ、タイにヒラメにカレー、マコみたいに海苔巻きがないから白身魚の握りのみ、チーズってところね。おお、そっちもやるの。あ、何してんの二人とも。寿司ネタによる麻雀勝負じゃ。見てみんさい、この美しい役を。おお、あの、食べ物で遊ぶのは。私もやるじゃん。ちょっと勇気。これだ。ツモ、カパ巻き、納豆巻き、ネギトロ巻き、巻き物の三色だ。おお、よし、俺も。お、キョウちゃん、どうしたどうした、キョウタロウ。スガ君は脳天かな。ちょっとちょっと、俺を舐めないでくださいよ。俺はこれで勝負だ。卵？それがなんなんよ。だからあれっすよ、つまりその、この卵の厚くて四角いところが、そのジャンパイっぽい感じで、そういうニュアンスがそこはかとなく。じゃあ次の勝負行くぜ。完全するか。次はこれとこれだ。お、高い皿をためらいもなく。そして最後にこれ。ああ、わしの大トロ。ラウニ、イクラ、大トロ、高級寿司ネタの大三元だけ。うわ、あらあら、やるじゃない。ツムヤ先輩の捨て牌を使って見事役満だぜ。って、わしは捨てとらんじゃろうが。店員さん、今日のおすすめは？えい、ウニのいいのが入ったんすよ。ということはドラモノって。おすすめのネタがドラですか。
どんどんルールが追加されてるね。さあさあ、私の大三元ドラ1にみんな降参か。気が早いわよ、ユウキ。ほうじゃほうじゃ、まだ寿司ネタはたっぷりあるけな。おお、俺だって負けねえぜ。今度はいい加減にしてください。みんな悪ふざけが過ぎますよ。お店の人だって困ってます。まあまあ、原村さん落ち着けよ。のどか、みんなちょっと調子に乗っちゃっただけでさ。あら、私は本気よ。部長、ここまでやって降りるようなヘタレは麻雀部にはおらんの。それって俺のこと。ナダちゃんもやろうぜ。ボーンって勝負だ。勇気、私がやるわけ。あらあら、それは負けを認めたってことかしら。え、おー、のどかは勝負もせんうちから負けを認めるいうことか。勝負って、こんなの勝負じゃ。それって言い訳よね。麻雀部の部員なら口より力で周りを納得させるべきじゃないかしら。それを。お二人とも原村さんを挑発するようなことは。わかりました。原村さん、私は。ああ、私の太鼓ひらめ。ああ、私のトロフにイクラも。ちょ、何しとるんじゃんのどか。完成しました。ガン、ネタの共演、お寿司の国士無双です。おお、これはさすがです、ナダちゃん。一本取られたってとこかしらね。原村さん、すごい。やっぱりのどかは無敵だぜ。そんな、とにかくこれでもう勝負は終わりに。ところでのどか、ルールは覚えてる？ルール？回転寿司は回っている皿から食べたいものを取る。はい、そのことなら。そして取ったお寿司は絶対に食べないといけない。え？というわけで、のどか、あなたがみんなから取ったお寿司、責任を持ってあなたが全部食べてね。そんな、こんなにたくさん。あら、のどかは食べるつもりがないのに皿を取ったの？それとこれとは話が。よくないわ、そういうの。食べ物を粗末にするなんて。だからこれは。おお、勝負に勝って現実に負けるってやつかの。部長の方が一枚上手だぜ。だな。こんなにたくさん食べられない。やっぱり回転寿司は難しいです。のどかを終え。いいですわね、こうして緑の中を散歩するのは。柔らかな木漏れ日、吹き抜けるそよ風、優しい小鳥のさえずり、本当に体も心も癒されますわ。はあ、癒されるね。確かに間違ってはいないけど。ジュン、はじめ、あなたたちももっと堪能なさいな。せっかくこうして優雅な散歩の時間を楽しんでいるんですから。いや、散歩って、散歩でここまで来るか。ちょっとジュン、あなたさっきからブツ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 と、何か私に言いたいことがあるんですの？言いたいことって？はっきり言ったらどうです。私、そのように煮え切らない態度が一番気に入りませんわ。なら言わせてもらうけどさ。ちょっとジュン君。いや、言った方がいいって。あの佐藤か、散歩してますっていうこのシチュエーションだけど、正直かなり無理があるぞ。無理とはどういう意味ですの？確かに私、移動するときは高級会社がメインですけど、散歩を楽しむ心の余裕くらいは。いやいや、そういうことじゃなくて、ここって多分あそこだよな。あそこ？あそこって、あー、山が綺麗ですわ。全くごまかせてねえからな。ここってあれだよな、清澄高校だよな。ギクって、さっき校門を通った時に見たんだよ。ちゃんと書いてあったぜ、清澄高校って。な、清澄、さっぱり聞き覚えがありませんわ。だから無理があるっての。原村のどかの通ってる高校だよね、ここ。いきなり散歩に行くって言うからついてきたら、まさかこんなとこまで来るとはな。偶然です。
だわ。そう、すべて偶然。たまたま私の足の向いた先にたまたま原村のどかの通う学校があったというそれだけの。はいはい、とりあえずそういうことにとはならねえからな。騒ぎになる前に帰った方がいいよね。ま、原村が気になって仕方ないっていう東華の気持ちはわかるけど。私はそんな、だからこれは偶然だと。ねえねえ、見た？さっきの。見た見た、すごいよね、原村さんのお弁当。原村？あれ、全部原村さんが作ったらしいよ。美人なだけじゃなくて料理もできるなんて完璧だよね。マジ嫁に欲しいって感じ。原村のどか、そんなことまでして人気を取りたいんですか。あの、どうか、なんかやばいスイッチ入ったげ。萩吉！お呼びですか、どうかお嬢様。萩吉さん、相変わらず神出鬼没だな。萩吉、今すぐこの場所に厨房を用意しなさい。厨房？ウィ、マドモアゼル。本当に用意しちゃったよ、厨房。しかも外に。すごいよね、萩吉さんって。でもな。できましたわ、私の会心の策。原村のどかの作ったものなど足元にも及ばない超高級手作りランチですわ。ジュン君、感想は？まあ予想通りの出来っつうか、だいたい料理なんかまともにしたことねえもんな、東華のやつ。料理のできるジュン君に頼まなかったのは正々堂々としてて東華らしいけどね。いかがですか皆さん、私自慢の一品、これを食べないなんてありえない選択ですわよ。そう、そこのあなたどうです？そちらのあなたも。いや、そんな道行く奴らに片っ端から声かけたって。みんなあっという間に逃げてるね。これはどういうことですの？私の作ったお弁当が原村のどかのものより魅力に欠けるということ？そうじゃなくて、普通逃げるだろ？よくわからない奴に弁当を勧められてもさ。まさか、何者かによる妨害工作？だから。国広さん。あ、萩吉さん。こちらに数名の少年男性が向かっています。おそらく、清澄高校の教職員の方々かと。やば、逃げようとか。逃げる？私、逃げるようなことなんて。やってるだろ、この場合。ほら、行こう。なあ、はじめ。萩吉さん、後片付けよろしく。かしこまりました。いやー、マジ使えるよな。よし、二つの意味で。ジュン君も、行くよ。うい。はじめ。大丈夫だよ。誰もいないみたい。なんとか逃げ切ったみたいだな。まったく、どうして私が逃げるようなことに。どうしてって。つうかさ、ここってあれじゃね？あれ？あれって。見りゃわかるだろ、ここ更衣室だぜ。更衣室？今ここを使ってる奴らは体育の授業中みたいだな。しかも多分原村のどかのクラスだ。ちょっとジュン、どうしてそこまでわかるんですの？だってほら、聞こえてくるだろ。原村さん、頑張って。ほらな。原村のどか、またもいい気になって目立ってるようですわね。私だってその気になれば。なるなって。見つかったら大騒ぎになるから。いいもんめっけ。ジュン君、何ですの、いいものって。へへ、これを見ろ。あ、それ、制服じゃない。ジュン、あなた、女子更衣室に入っただけでなく、制服泥棒まで。誰が泥棒だ、誰が。それに女子更衣室に入るのは問題ねえだろ、俺女なんだし。で、その制服がどうしたの？いや、この制服と一緒に、なんか見覚えのあるペンギンのぬいぐるみが置いてあったんだよな。じゃあ、それって原村のどかの。なんですって、貸しなさいジュン。なあ、おい、これが、これが原村のどかの制服。ちょっとどうか、まさか腹いせにその制服をどうにかしようって。これが、こ
おい、トーカ。え、原村の制服じゃなくて。って、何自分の服脱いでるの、トーカ。決まってますわ。決まってるのかよ。あの、トーカ。まさか、原村の制服を着ようって言うんじゃ。これではっきりくっきりしますわ。同じ制服を着ることによって、より純粋に私と原村のどかのどちらが魅力的なのか。さあ、どうです？どうですって言われても、なんか哀れとしか。ん？ごめんなさい、純。私、あなたの言ってることの意味がよくわからないのですけど。だってブカブカじゃん。ブカブカ？その胸周りがね。これは！はっきりしちゃったな、その部分についてだけは。こんな、こんなの卑怯ですわ。卑怯？原村のどかの無駄な脂肪のせいで制服が伸びきってしまい、そのために私の魅力が損なわれて。おいおい、悪いのはあくまで制服で。やべ、体育やってる奴らが戻ってくるぞ。早く行こう、とか。ほら、その服も脱いで。私は、私の胸は悪くありませんわ。はあ、僕、もうクタクタだよ。結局、更衣室から逃げた後も、あれこれ理由つけて当家に連れ回されたからな。もういつ大騒ぎになるかと。実際いつなってもおかしくなかったぜ。ほんと奇跡だって。多分萩吉さんがこっそりフォローしてくれてたんだよ。かもな。ヨッシー様々か。ところでこの建物、向こうの校舎に比べて随分古いね。旧校舎とかって感じじゃねえの。さすがに当家もこんなとこまでは。だよね。もういい加減。あれ、純くん、当家は？いや、俺も一緒についてきてるとばかり。ちょっと、どこ行っちゃったの？当家！私、はっきりと見ましたわ。この部屋に原村のどかがいるの。このままでは帰れません。せめて原村のどかに会って、それから、どうしましょう。いえいえ、そんなこと会えばわかりますわ。見つけましたわ。こんなところでお昼寝ですの？お気楽なものですわね。私はあなたのことをこんなに。それにしても目につく脂肪ですわね。まったく、こんな大きなもの無駄なだけで何の役にも。私はあなたがいつも抱いているぬいぐるみじゃ。これは原村のどかの無駄な脂肪が、この脂肪、もがけばもがくほどに埋もれていって、苦しかった。早く脂肪によって命を奪われるところでした。いっちゃダメ。もっとぎゅっと、ぎゅって
こ行ってたんだよ。国広くんも心配して。逃げますわよ。はぁ、あ、霜が、霜が襲ってきますわ。おい、トーカ、待ってよ、トーカ。次こそ、次に会った時こそは必ず、覚えてなさい、花村のどさん。カナ、インドリーム。いっぱいお買い物しましたね、キャプテン。本当ね、カナがいてくれて助かったわ。そんな。でも大丈夫なの？何か用事があって出てきたんじゃないの？そりゃ、大丈夫ですよ。さっきパパッと済ませちゃいましたから。そう？ならいいけど。内緒にしないとね。用事があるなんて実は嘘で、本当はキャプテンを手伝うために来たこと。だってそうでもしないとキャプテン何でも一人でやっちゃうんだもん。ランク1位なのに、いつもみんなに代わって雑用をやってくれるキャプテン。私はそんな優しいキャプテンを。カナ、本当に大丈夫だった？だからあなたの用事。大丈夫も大丈夫、全然大丈夫ですし。あら、かわいい子猫ちゃん。ほんとだ、すっごくちっちゃくて、まだ子供かな。うー、こいつ人懐っこいな。こっちに近づいてきますよ。ねえ、カナ。何ですか、キャプテン。ちょっとだけ、いいかしら。ちょっとだけ？ちょっとだけ、いい子いい子したいの。いい子いい子？いい子いい子って、まじか？この、子猫ちゃんを。そうですよね。その子猫を、何考えてんだろう、あたし。ダメかしら？ダメなんて、全然 OK ですよ。荷物、あたしが持ちますから。ありがとうかな。これくらい、こんにちは、子猫ちゃん。本当に人懐っこいのね。くすぐったい。もう。キャプテン、楽しそうだな。どうしてあなたはこんなに可愛いのかしら。私も、キャプテンと。もう、また舐めたりして。私も、舐めたいし。え？おい、しまった。私、声に。舐めたいって、何を？思いっきり聞かれてるし。違うんです、キャプテン。私は別にその子猫みたいにキャプテンと戯れたいなんて。あ！カナ？ギャッ！カナ！カナ、しっかりして！カナ！キャプテンか。私、確か、転んで、頭を打って。やだ、それ本当なの？そうそう、だから私行ってやったのよ。ま、風越の制服？っていうか、ここうちの学校じゃん。私、いつの間に。あ、見て見て！きゃー、かわいい！ん？なんだ？こっちに来る。あ！捕まえた。え？あ、私、どうしてこんな軽々。本当に可愛いよね、この猫。猫？すっごい泣いてる。元気いいね。声が出ない。
られない。どうして私が猫になっちゃうんだ。もうわけわかんないし、こんな夢みたいなこと。あ、夢？そうだよ、これって夢だよ。なんだ、夢か。夢なら、まあ、なんでもありだよね。夢なら、夢なら。キャプテンに、いい子いい子してもらうのも、今私は猫なわけだし、さっきみたいにキャプテンに、にゅ、にゅ、にゅ、にゃ、キャプテンにいい子いい子、キャプテンにいい子いい子、にゃー、どこですか、キャプテン、にゃ、どうしたの、文道さん。深堀先輩、それが、猫が急にぶつかってきて。あ、ほんとだ、猫だよ猫。文道にスーミに三原、マジャムのみんながいる。ということは、ひょっとして近くにキャプテンも。えい、ん捕まえた。え、吉留先輩、その子捕まえてどうするんです。あのね、この子なんとなくかなちゃんに似てない。あ、言われてみれば。だよね、スミちゃん。こら、似てるとか似てないじゃなくて、私だし私。ああ、早くキャプテンのところへ行きたいのに。あの、なんか嫌がってません？その子。うん、ジタバタするとこもかなちゃんそっくりかも。ちょっと、みはるさん。こうしてみたらどうかな。え？ツンツン。ああ、やっぱりかなちゃんみたい。かわいいな。吉留先輩。この、みはるん、あんま調子に乗ってると。何やってんだ、お前たち。久保コーチ。こんなところで仲良くサボりか。いい身分だな、お前ら。これは、その。うん？言い訳があるのか。言いたきゃ言ってみろ。それで私を言いくるめる自信があるならな。すみませんでした。私たち、練習に戻ります。失礼します。逃げ足だけは一人前か。はぁ、助かった。みはるんたちはかわいそうだけど。でもこれで、キャプテンのところに。おぉ。ひょ、なんでコーチが私のこと捕まえるの。お前。なになに、私がなんだって言うの。まさか、ミハロンたちと遊んでた私も同罪みたいな。コーチ、目が血走っちゃって、もしかしてめちゃめちゃ怒ってる。よ、あたし、どうなっちゃうの。ダメだ、我慢できない。いやー、キャプテン。あー、この子かわいい。ん？もう本当にかわいい。スリスリしたい、スリスリ。よいしょ、コーチにこんな一面が。にゃー、苦しい、ダメ、これ以上。あ、猫ちゃん、こんなことされてる場合じゃないし、私はキャプテンにスリスリじゃなくて、行こう行こう。わー、できればどっちも。あ、さっきの子、みはるん、見て、スミちゃん、セイカちゃん、ほら、さっきのカナちゃんそっくりの子が。くぅ、あんたらにも捕まるわけには。コーチ、いつの間に。逃さないぞ、お前みたいな可愛い子。これって、囲まれちゃってる。さあ、こっちにおいで。痛くしないから。私は、キャプテンのとこ
プリン。もっと泣かせてやりたくなるな。助けてキャプテン、キャプテン。カナ、キャプテン、私を助けに。え、あれ、私猫じゃないし。カナ、あなた何を。いや、なんでもないです。なんでも。本当に平気なの？言えないよな、あんな夢見てたなんて。優しいキャプテンをこんなに悲しませて、夢の中で自分勝手に浮かれて。どこにも探しに行く必要はなかったんだ。キャプテンはこんなに近くにいたんだから。あ、動かないでかな。頭を打ったのよ。救急車が来るまで安静にしていないと。うわ、でももうさ、ここに頭を乗せて。それって、キャプテンの膝枕ってことですか？嫌だった？うるるるるるる、嫌だなんてとんでもない。お願いします。え、どうぞ。キャプテンの膝枕。キャプテンの。撃ったのはここ？それともこの辺り？しかも、いい子いい子まで。カナ？おかしなカナ？恐怖、麻雀怪奇探検隊、その3。勇気？出られた。ついに出られたぞ。我を封じた部屋の中から、ついに。何を言ってるんですか？勇気は最初から部屋の外に。違うよ、原村さん。宮永さん？この人は。ゆきちゃんじゃない。こりゃ、サキが言おることはほんまかもしれんの。確かに聞いてはいたのよね。他のはともかく、七不思議の最後の一つだけは、本当にヤバいって。いや、これ芝居とかじゃないんすか？マジでこの、開かずの麻雀部室に封印されてた悪霊がゆきに。そんなわけありません！七不思議なんて。原村さん？お願い！冗談はやめて、ユキ。お願いですから。座るな！原村さん！おい、のどかに何を？我は今こそ望みを叶える。長年の望みを。長年の望み？わけわからんこと言ってくら。嘘ですよね、ユキ。七不思議なんて、そんなオカルトな話ありえません。だから、あなただって。のどかやめろ！近づいたらまた！この悪霊、のどかを捕まえてどうするつもりだ？そんなに一緒にいたいなら、いさせてやろう。来い！何を！あいつ、のどかを！開かずの麻雀部室の中に！何ぼーっとしよるんじゃ！京太郎！なんだよこれ！扉が開かねえぞ！そんな！本格的にまずいことになってきたみたいね。嘘。ゆきちゃん、
開かない。外に出られない。勇気、お願いですから目を覚まして。我の望みを今、そのために、そのために、お前を。こんな、まだ開かないの？キョウちゃん。ダメだ、ビクともしねえやこの扉。原田さん、こりゃ相当まずいことになってそうじゃの。キョウちゃん急いで。キョウ太郎、わりゃそれでも男か。んなこと言われたって。どきなさい失学部長。いいアイデアでもあるか。いいアイデアってほどじゃないけど、ぶち破りましょう。それしかないでしょ。みんなでこの扉に体当たりするのよ。そんな乱暴な。私やります。原村さんを助けるためなら。いい返事じゃ。先わしも覚悟はできた。え、あ、ちょ、わかったよ、俺もやるよ。じゃあ行くわよみんな。いっせーの、せっ。固い扉じゃの。みんなもう一回行くわよ。せーの。やった、開いたぜ。早く中へ、原村さんと結城ちゃんを助けなくちゃ。ああ、原村さん、宮永さん。ここまで来たと。返してもらうぜ、のどかと。ついでに結城もな。嫌だと言ったら。こいつ、今日はこれくらいにして。ベタなボケかましてどうするんじゃ。ここは男ラジオ突撃せや。突撃？ダメよ、相手は勇気の体を乗っ取ってるのよ。じゃあ一体どうしたらいいんですか。しっかりしなさい、サキ。こういう時のために麻雀部には代々伝わる。代々伝わる？何かあるんすか、悪霊を封じる呪文的なものが。ええ、あったらよかったのにね。希望？なんもないんかい。そんな、じゃあ原村さんと結城ちゃんは。麻雀部。え、貴様ら麻雀部の部員か。そうですけど。だったらなんだっつんだよ。麻雀部。そうだ、この人も麻雀部員だったはずだよ。かなわんの、それが後輩をこんな風にいじめよるとはの。こうなったら俺も覚悟決めるぜ。力ずくでものどかたちを取り返して。みんな落ち着いてください。え、のどか。何よるんじゃ、わしらはあんたを助けるために。違うんです。違う？この人、私たちを苦しめたいわけじゃないんです。どういうこと、のどか。この人が話してくれました。本当に麻雀が大好きで、それで亡くなった後も麻雀を忘れられない。この人はただ麻雀がしたいだけなんです。麻雀がしたいだけ？本当なの、原村さん。はい。嫌だ、一人は嫌だ。一人じゃ麻雀はできない。麻雀はこいつなんだかかわいそうだね。わかったわ、部長。麻雀しましょう、その人が満足するまでね。部長、それでいいわね、みんな。いいもなんも他に方法はないんじゃろ。そうっすよ、それに俺たちは麻雀部だしね。宮永さん、お前たち俺と麻雀してくれるのか。はい。何十年ぶりだ、麻雀ができる我ら長年の望みが。お、さすが麻雀部の元部室、立派な雀卓があるの。さあみんな座って始めるわよ、麻雀を。はい。カン、リンシャン解放つも。やられたわ。さすがです宮永さん。ほれほれ、次じゃ次。次こそトップ取っちゃるけの。私だって負けません。次はゆきちゃんじゃなくて先輩さんの親から。いい。え？もう十分だ。十分って？ありがとう。ゆきちゃん、しっかりしんさいや、ゆき。ゆき。
ちゃんなの？その通りだぜ。ユウキ、元に戻ったんですね。じゃあ取り付いてたあの人は？私の中から出て行ったぜ。最後にありがとうって言って。そうですか。これで一件落着だな。旧校舎の七不思議もこれで全部解決ね。部長、そもそも部長が七不思議の案内なんて始めるから。あら、七不思議なんて信じないんじゃなかったかしら。それはもちろん信じてませんよ。そんな非科学的なこと。いやいや、さすがに無理があるだろう。ほいじゃけど、さっきまでのことがほんまにあったと証明するものはなんもないで。極端なこと言いや、集団幻覚もありえるけど。でも私はちゃんと覚えてますよ、あの人と麻雀をやったこと。宮永さん、でも一つ疑問が残るわよね。疑問？あの幽霊はどうして勇気に取り付いたのかしら。それは勇気のやつが封印を解いたから。でも麻雀をやりたいだけだったら近くにいたサキやのどかでもよかったんじゃない。それはそうかもしれないですけど。その理由なら簡単だち。なんだよ、お前には分かってんのかよ。もちろん、私の大好きなものはタコス。そしてタコスに限らず、タコのつくものは全て私のパワーになる。だからどうしたっつんだよ。つまり私のパワーの源に幽霊が反応した。は？幽霊を呼ぶ人、いタコに。タコじゃけ、いタコ。え、これがオチ？はぁ、タコ。ペンギンを探せ。知るなんて、何かあったの？それが。遠慮しないで私に話して。何か力になれるかもしれないし。でも、そんなに深刻なことなの？まさか犯罪に関わるような。いなくなっちゃったんです、ユカ。ヘタペンが。え？どこにもいないです、私のヘタペンが。ふぅ。キョウちゃん、どうだった？ダメだ。ジムの人にも聞いたけど、そういう落とし物は届いてないって。そんな。おかしいわね。麻雀部のみんなで手分けして、新校舎も旧校舎も片っ端から探したのに。すみません、部長やみんなにも迷惑をかけて。水臭いのはなしじゃ。わしら仲間じゃけえな。ソメヤ先輩の言う通りだぜ。それにエトペンがいなくなったら麻雀部のパワーダウンになるからな。そういうこと。エトペンがいないとのどかが対局に集中できないしね。麻雀部としても探すのは当然よ。はい。原村さん、何か心当たりはないの？心当たりといっても、ほれ、事件が起こった時の状況説明ってやつじゃ。刑事ドラマなんかでもやってるじゃろ。はい。確か科学の実験の授業が終わって教室に戻ってきたら、もうエトペンがいなくて。つまりのどかや他の生徒たちがいない間に犯行は行われたと。ってことはクラスメイトには全員アリバイがある。つまり全員アリバイがある場合ってことでしょうか、デカ長。慌てんさんね、姉妹。あ、それと我ちょっとアンパンと牛乳買ってこいや。牛乳とアンパンって。真面目にやってください、二人とも。だー、ゆきちゃんのお帰りだち。おう、ちょうどいいとこに。これからエトペン誘拐事件対策本部をだな。ちっちっち、何寝ぼけたこと言ってんだ、清太郎。事件ならもう解決したち。え、それってゆきちゃんすごい、エトペンを見つけたんだね。その通り。ありがとう、ゆき。私、なんて言ったら。え、何今の鳴き声。いやー、大変だったち。こいつちょこちょこ逃げ回るから。逃げ回る？ユウキ、
エトペンを見つけてきたのよね。その通りだぜ。ああ。ほら、のどちゃんと再会できて嬉しいって。言ってるのかよ、つか言うって。ゆうきちゃん、それ本当に？百聞は一見にしかずだぜ。みんな、これを見ろ。違わないじゃん。ちゃんとこうしてペンギンを。確かにペンギンだけど、ペンギンで間違いないけど、この場合間違いないのが逆に問題中か。ゆきちゃん、なんで？なんで本物のペンギンがいるんだよ。はい、のどちゃん。は、はいって。ちょっと待てゆき、お前こんなのどこから連れてきた？どこって、そこの道を普通に歩いてて。普通は歩いてねえんだよ、ペンギンはよ。そんなの分かってるじゃん。でも実際歩いてたから、だからのどちゃんが本物のペンギンを連れてきたのかと。連れてきてません。エトペンはぬいぐるみです。ちょっと。ほら、のどちゃんにこんなに懐いて。懐かれても困ります。まさかエトペンじゃなくて本物のペンギン、つまりマジペンが見つかるとはな。マジペンってどうしたらいいかしらね、こういう場合。なんとかしてください、部長。こういう場合は、こういう場合は、こういう場合はまずご飯じゃない、部長。おお、食べてる食べてる。よく生魚なんてあったね。食堂のおばちゃんに頼んでもらってきたんだよ。じゃあ次はタコじゃん。やめてください、ペンギンはタコスなんて食べません。そうなのか。そうですよ、常識的に考えて。さすがご主人様だな。そう、ご主人って違います、この子はエトペンじゃなくて。どうしたもんかな、部長。そうね、結局エトペンは見つからないままだし。ちょっと。ほいじゃけど、代わりに見つかったマジペンはのどかに懐いとるし。となると、これはもう仕方ないわね。というと？のどか？は、はい。エトペンのことはひとまず置いておくしかないわ。そんな。その代わり、その代わり、これからはこのマジペンを抱いて麻雀を打つのよ。部長。だって仕方ないじゃない、あなたはペンギンを抱いてないと試合で集中できないんだから。それはエトペンの話です。こっちは本物のペンギンですよ。ペンギンちゅうとこは一緒じゃろうが。一緒じゃないです、無理です。そんなこと言われてもね。このマジペン君だって悲しんでるわ。のどかちゃんは僕のことが嫌いなの？僕のこと好きになってくれないの？そんなこと。わかったよ、のどかちゃん。僕ここにいたら邪魔なんだね。僕はいらない子なんだね。そんな。いいよ、無理しなくたって。嘘はもっと人の心を傷つけるから。さよなら、のどかちゃん。待って。のどかちゃん。わかりました、エトペンが見つかるまで、見つかるまでの間ですよ。のどかちゃん。ありがとう、のどかちゃん。もうそれはいいですから。結局部長の思い通りじゃな。ほんと、部長って手段を選ばないっすよね、いろんな意味で。よーし、エトペンからマジペンにチェンジしたニューのどちゃんの誕生だ。大丈夫かな。あ、のどちゃんが親だ。あ、はい、私から。ああ、見事に手配を倒してしまうだの。ダメよ、おとなしくして。むちゃくちゃだ。しっかり抱きしめてくださいね、のどか。まあこうなるのはちょっと考えればわかることだったわね。部長。ちょっと。おお、マジペンの大脱
のどかの胸の谷間から逃げ出すとは、なんて贅沢な。でも、これで麻雀に集中できて。何言ってるの、のどか。部長？あなた、あのマジペンを放っといていいと思ってるの？でも、あの子はエトペンじゃないし、私とはその。あなたって、思った以上に冷たい子だったのね。部長、原村さんのことをそんな風に言うのは。よく考えてごらんなさい。ここを出たマジペン君が、どうなると思う？どうなるって。心ない人に見つかってみなさい。どんないたずらや、虐待をされるか。虐待？可能性の話だけど、低い確率じゃないわよ。そんな。たった一人で出て行って、今頃どんな目に遭ってることか。私、探しに行ってきます。私も。私たちも行くじゃん、キュー太郎。おう！またうまく焚きつけたの。学生議会長としては、校内でのトラブルの種は見過ごせないわ。急に仕事熱心じゃな。それに、このままあっさり終わりじゃ面白くないしね。本音はそこか。それに、マジペンちゃんだけじゃなくて。うわ、これって、ヘッドペン！あ、ひょっとしてこいつがここに隠してたのか？仲間のペンギンと思ったのかもね。わあ！よかった。ヘッドペン。というわけで、ヘッドペンは無事に見つかったち。これで、のどかも一安心ね。まあ、一安心はええんじゃけど。ダメですよ。こっちに行ったら。マジペン君もついてきちゃったわね。いや、探しに行かせたの部長でしょ。ピアノでさ、捕まえて。そんな無理だよ。で、結局このペンギンはどこから来たんじゃ。もちろん南極に決まってるし。じゃあお前が南極の氷の国に連れて帰れ。そこにタコスがあるならな。さ、そろそろ電話しようかしらね、動物園に。最初からしてくださいよ。衣と遊ぼ。はあ、今日のお仕事はこれで一通り終わったかな。メイドも何気に楽じゃないよね。しかも、あの10日好きのメイドなわけで。このお屋敷もめちゃくちゃ広いし。でも、メイドをするっていうのは、10日との約束だもんね。それに、ここに来てから楽しいことも多いし。はじめ！衣！10日は？先に部屋に行ってるはずだよ。僕、向こうで片付けしてたから。そっか。ところで、どうしたの？こんな夜中に一人で。なんだか眠れないんだ。眠れない？うん。不死度にくるまって、眠ろう眠ろうと頑張ってみるんだけど、それが叶わないんだ。箇所の国で遊びすぎたのかも。そう。なら、また本を読んでもらったらいいんじゃないかな。ほら、本の読み聞かせ、10日にやってもらったじゃない。あ、そうか！ありがとう、はじめ。眠れないから何とかしてほしい、なんて、本当に子供みたいだな。とても僕とも同い年とは思えない。はじめ。あ、早いね、衣。うん、急いで部屋に戻った。戻ってこれを持ってきた。あ、分厚い本だね。それにしても、この分厚さは。今、衣が一番好きな本なんだ。そうなんだ。うわ、これは、難しい以前に文字が読めない。これって日本の本なの？うん。絵本とかじゃ、ダメ？衣はこのお話が聞きたい。これはちょっと、10日でもダメかも。そっか。わかった！あ、衣！おい、空いてるぞ。ジュン！衣じゃんか。どうした？眠れなくて難儀している。なんとかしてくれないか？
眠れない？そんな時はあれだろ。あれ？羊が一匹、羊が二匹ってな。衣が羊一匹を食らうのは無理難題と。食べねえよ。数を数えるんだよ、数を。数を？羊が一匹、羊が二匹って眠れるまで数えるんだ。あ、それか。それなら知ってる。じゃあ早速やってみろよ。どんな羊がいいの？どんな？羊にもいろいろいるよ。オスとかメスとか品種とか。なんでもいいんじゃねえの？衣の好きなやつで。衣が好きなやつ？衣がね、衣が好きなのはね。あ、ウサギ！羊じゃねえじゃん。ほんとだ。ウサギじゃダメか？いや、別にいいような気もするけど。ウサギが一匹、ウサギが二匹、ぴょんぴょんぴょん、みんな仲良くぴょんぴょんぴょん。全然眠れる感じじゃなくなってきたな。入りますわ。どうか。話はすべて聞かせてもらいました。え、なんで？それはまさか外で聞き耳立ててたのかよ。お前ストーカーか？俺のことをそういうつもりで。うわ、引くわ。全然違いますわよ。初めに聞いたんです。冗談だって。そんな本気で怒んなよ。まったく、あなたは。それより衣、眠れなくて困っているようですわね。ウサギが5匹ぴょんぴょんぴょん、5匹揃ってトーカをオーダーって。どうして私がオーダーされるんですの？ダメダメ、そんなことじゃ眠れるわけありませんわ。じゃあトーカには何かいいアイディアがあんのかよ。もちろんですわ。健やかな眠りにつくためのベストアイテム、それは、そう、温めたミルクですわ。ああ、なるほど。トーカのおっぱいから出たミルクを衣に飲ませると。そう、私のおっぱいを衣にって、なんてこと言うんですか。そんなことできるわけないでしょ。そうだよ、トーカのおっぱいちっちゃいもん。そういう理由ではなくて。それにちっちゃくもありません。私のはあくまで標準の美しいサイズですわ。なんか10日が来たせいで余計衣が眠れそうじゃなくなったよな。なくなった。私が悪いんですん？こりゃしばらく付き合うしかないんじゃない？衣の夜更かしにさ。おお、夜更かし。はぁ、仕方ありませんわね。どうか、連れてきたよ。失礼します。遅いですわよ、トモキ。仕方ないよ、トモキちょうどうとうとしてたんだから。はい。あなたも付き合いなさい。衣が眠れるまで一緒に遊ぶわよ。俺はメイドの中でも仕込みで朝早いってのに。文句言わない。これもメイドの仕事の一つですわ。それでこれから何を？そうですわね、何をしたら衣が満足して眠くなってくれるのか。せっかく5人いるんだし、みんなでできることがいいよな。あと簡単なものがいいよね。トランプとかしりとりとか。では手始めにみんなでしりとりをしましょう。おー、しりとり。まずは俺から行くぜ。最初はやっぱしりとりのりだな。り、り、りか、か、かさ。ちょ、あなたたち勝手に進めないでくださいません。へいへい、次はトーカだぜ。傘のさ。分かってますわよ。さ、さ。へいへい、もう終わりか。ジュンくん、やじらないの。あ、財布。財布ですわ。財布ってがめついね、お嬢様のくせに。別にそんなつもりで言ったんじゃありませんわ。さ、次は衣ですわ。ふ、だね。ふ、ふ。たくさんあるだろ。服とか、風呂とか、フランスとか。ジュン、ヒントはダメですわよ。ふ、ふ、ふ。あ、わかった。なになに？どうぞ。ふつのみたまの剣。はい。衣の次は、最
初に戻って順か。ほら、ギ。ギ。ふつのみたまの剣のギ。ちょっと待て、コロモ。太ももの玉ってなんだ？ふつのみたまの剣だよ。ほら、ギ。ギ。だから、せかすなって。何なんだよ、一体それは。何なんだよって。ふつのみたまの剣だよ。だから、それがわかんねえんだよ。剣というからには何か武器の類かと。衣、それがどういうものか説明してくれない？つのみたまの剣、竹三日槌の神が豊足原の中津国を平定するのに用いた剣だ。竹三日槌の神は古来より剣の神として崇められていて、その御神体としてふつのみたまの剣が祀られている。武道を学ぶ者の崇拝対象でもあり、多くの道場には竹三日槌の神を祀る神社の名をしたためて書が。ああ、わかったわかった。もういい、もういい。説明されて余計わかんねえことが増えたっても。まったく、純は仕方ありませんわね。本当に教養がないんですから。ほう。じゃあ、どうかはわかってたのかよ。もちろんですわ。二股かけたの剣でしょ。そこからもう違うっての。とにかく続きを。衣が退屈そうなので、そうね、しりとりを再開しましょう。逃げたな。じゅん、次はあなたでしょ。はいはい。ギだったよな。ギつかギって難しくねえか。いいから早くなさい。あ、ギタ。この場合たで続き、それともギタアのアで続き。うん、アでいいんじゃないかしら。よし、アでともき。赤。じゃあカラス。すすまま。よーし、もだぞ。衣、もだから、たくさんあるだろ？桃とか、餅とか、モンゴルとか。ジューン！ヒントはダメと。あ、わかった！では、衣。モーボ参戦！はぁ？また出やがったな。なんとなくこうなる気はしてたけどよ。ほら、次だよ、ジューン！次だよじゃねえよ。今度は何なんだよ。今度？今言ったその、モボ。モーゴ襲来ですわよ。モーボ参戦。そう、トモキが言ったそのもっと参戦ですわ。モーボ参戦。モーボとは中国の思想家孟子の母のことだ。孟子の母は子供の教育のためと何度も転居を行った。教育には環境が大切という教えだ。へぇー。いや、へぇじゃなくてさ、勉強してるわけじゃないんだよ、俺たちは。何をしてるのか忘れそうになるね。しりとりですわよ、しりとり。ほら、衣の次は純ですわ。はいはい。なんだっけ、モーボ参戦、その続きだから。あれ、モーボ参戦って最後に運がついてますね。あー、しまった。運がついたらダメだ。衣の負けだ。いや、なんていうか、こっちが負けた気分みたいな。しりとりって難しいな。難しいのは衣の言ってることだって。じゃあ2回戦やろう。2回戦。こっちが眠れなくなりそうだぞ。おい、2回戦、しりとり2回戦。ステルスモモ現る。ただいまっす。豊子桃子、無事鶴ヶ学園麻雀部部室に帰還しました。はぁ、やっぱり難しいなぁ。あ、カオリン先輩、麻雀のお勉強中っすか。ご苦労様っす。三色同順毒、これってどっちだっけ。ああ、それなら同順の方っすよ。あ、同順か。そうだよね、同じ順番で続いてるもんね。
張ってるっすね、カオリン先輩。でも私も頑張ってたっすよ。次のこの役は鶴ヶ学園麻雀部のパワーアップのため、敵になりそうな学校でスパイ活動。影が極めて薄いという自分の特性を生かした見事な作戦。ステルスモモの名前は伊達じゃないっす。と行きたかったんすけど。え、どうなったの？それが向こうの学校に着く前に迷っちゃって、歩いてる人に道を聞こうとしても誰も気づいてくれないし。ああ、そうか、そういうことか。そういうことなんすよ。思わぬ失敗でした。この灰とこの灰が来たからこういう役になったんだ。なるほど。そうそう、この灰が。で、カオリン先輩？でもやっぱりよくわからないな。ここはカジキ先輩に聞いた方がいいよね。一人で考えてもうまくいかないし。一人でって、先輩まだ教室かな？はは、言ってしまったっす。今さら確認するまでもないことっすけど、カオリン先輩は私に気づいていなかったと。麻雀の勉強に集中してたからかもしれないっすけど、我ながらものすごい存在感のなさっすね。あははは。はぁ。あ、先輩！ジャージ姿。ということは、前の授業、体育だったんすか？お疲れ様っす。これは、いや、しかし。ついさっき、カオリン先輩が探してたっすよ。多分、どこかで入れ違いになったんすね。おかしいな。おかしい？入れ違いなんてよくあることじゃないっすか。まあ、存在感のない私の場合は特にっすけど。モモがいたような気がしたが。え？気のせいか。気のせいじゃないっすよ！モモがこの時間にここにいるわけはないな。放課後一番で敵校へ偵察に行くと言っていたし。確かにその通りなんすけど。あー、先輩まで私のことに気づかないなんて。いやいや、先輩はそんな人じゃないっす。先輩は誰にも見えなかった私を見つけてくれた人だから、心を込めて呼びかければきっと。行くっすよ。せーの、先輩！しかし疲れたな。うわぁ！ね、まったく。校庭何周させる気だ、あの体育教師は。運動部の特訓じゃないんだぞ。何やっちゃってるっすか、先輩！私の目の前でジャージを脱ぐなんて、そんな。部室に着替えを持ってきておいて正解だったな。せめてシャツだけでも買えないと。シャツだけでも？先輩、まさかここでお着替えしちゃったりなんかしちゃったりするんすか？しかしちょうどよかったな。部室に誰もいなくて。いるっすよ。目いっぱい私がいるっす。シャツが汗で張り付いて。ダメっすよ、先輩。だから私が。先輩？私が。私がお手伝いを。ボン！やった、脱げた。わー！思わず手伝ってしまったっす。さっぱりしたな。先輩、かき上げられた先輩の髪の匂いが。ああ。モモ？は？いやいやいや、何を言っているんだ私は。モモがここにいないのは分かっているだろう。その通りっすよ。私はここにいない。私はここにいない。あ！って、
やはり恥ずかしいのかな。もしこんなところを人に見られたら、そう思って意識が過敏になっているのかもしれない。ああ、すいません。今私が思いっきり見て、いや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 、思いっきりってことはないんすけど。まあ、モモにだったら見られても恥ずかしくないかな。は？私だったら恥ずかしくない？先輩、それって桃子。先輩。いいか、桃子。はい。私も先輩のことが。かわいそう、桃子。そんな恥ずかしいっす。恥ずかしいことなんかないさ。お前となら。あ、先輩。なんてことを妄想しちゃったりしてるんすか、私は。でも、私に見られても恥ずかしくないってことは、それってやっぱり、先輩が。桃は、存在感がないからな。え？そのせいか、見られても恥ずかしくないというか、そもそも見られているという感じがしないと思うしな。ああ、そういうことっすか。見られているという感じがしないって、まさに今その通りの状況なんすけど。しかし涼しくなったな。せっかくだし、少しこのままでいようか。このまま？このままって、そのまますか？いや、ダメだな。いくら一人きりとはいえ、気を緩めすぎだ。だから、一人きりじゃないっすよ、先輩。しかし、すぐに服を着ても、汗でベタベタなままだし。やっぱり言わないと。私はここにいて、先輩のことをまじまじ見てる。別にまじまじ見てるわけでは。汗が引くまで、ちょっとだけこのままでいようか。ちょっとだけ？タオルはどこだったかな。タオルと。早く言わないと。お、あったあった。早く。しかしこんな格好で部室をうろつくことになるとはな。早く早く早く言わないといけないのに。いたいた、探してたんですよ、カジキ先輩。わあ、セノ、カオリン先輩。ああ、こんな時に来るなんて。って何を残念がってるんすか、私は。何してるんですか、カジキ先輩。これは体育で汗をかいたから着替えを。更衣室を使ってくださいよ、更衣室を。仕方ないだろう、扉が壊れたとかで更衣室が使えなかったんだ。とにかく早く服を着てください。そんな格好でいられたら私。どうした、セノ。カジキ先輩、これって。これ？床のところ、この赤いのって。まさか、これって血じゃないですか。私のものではない。しかもカジキ先輩、そんな血に触ったりして。この血、まだ新しいな。新しい？それってまだ近くにいるということだ。この血を流したものが。この血が点々と落ちている先にな。血が落ちている先って。そうだ、この先にな。この先に。あ、どうもさ、先輩。モモ！モモ子さん、やっと気づいてくれました。お前、こんなところで何をしているんだ。何をって、先輩に報告を。カジキ先輩、そんなことよりモモ子さん、すごい話。興奮しすぎて、いつの間にか。しっかりしろ、モモ。あ、その失禁されたら。何があった、誰にやられたんだ。あえて言うなら、
輩に。私に！あんまり近づかないでくださいっす。そんな格好を見せつけられたりしたら私。桃子さんが。桃、しっかりしろ。おい桃。先輩が、あられもない姿の先輩が。鼻血が止まりませんよ。待っていろ桃、今保健の先生を呼んでくる。先輩がお花畑に。こっちは幻覚見